三角締めさんお疲れ様でした。今ね、ました今、まあ、ちょっとね着替え中ですからね。はい、ということでですね、ただいま10時13分でございます。古川光さんがね、私の大臣についてですね、はい、そして、文具ジャムのお三方、どうぞ登場でございます、はいはい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。私ですね、ここから本当に毎年申し訳ないですけど、皆さんのねお話の最中、私が寝るという、しかも結構ガチで寝るというね、そうになって寝息を拾ってますからね。いつもちゃんと寝てますよね、結構ね。今日本当に寝てます。はい、はい、僕今年いつもよりずっと疲れてるんで、わかります。相当よく寝れると思うんで、ちょっとどんな話をしたか後ほど伺いたいと思います。熟睡してください。ここから先はもうあれですか、ギルですか。完全にギルですよ。ギルに任せていいですか、ね、トップギアですよ。あ、そうです、はい、ということで、じゃあギルティ古川さんにお任せしたいと思います。はい、はい、じゃあ皆さんおやすみなさい。はい、おやすみなさい。以上、大丈夫。あ、俺さっき確認した。なんか布団の画像が入ってもね、はい、TBS の社内にある布団をね、借りてね、いつも寝るんですよね。今年初めて見る人は、これは、毎年やってる恒例の企画なんですよね。そうか、もう慣れちゃったけど、異常事態ですよね。異常なんですね。ちょっと狭いんで、そうですね、余計な人通れないから。足元に歌丸さんが寝て、その寝てるのを明らかに僕たちは気配を察知しながら、2時間埋めるという。なんかもう密度感すごいっすね。すごいですね。何これ、暑いしね、ぎゅう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 な感じということで、はい、歌丸さんが寝ている2時間の間はですね、私とですね、日本最高峰の文房具トークユニット文具ジャムのお三方を迎えてですね、非常にハードコアな、普段文房具の話に全く触れてない人が来る、人からすると大変ハードなですね、文房具の話をこれが2時間たっぷりということで、はい、じゃあちょっと自己紹介それぞれをいただけますでしょうか。はい、文房具ライターの木立拓でございます。よろしくお願いいたします。では、はい、はい、文豪です。よろしくお願いします。文豪です。はい、はい、文房具ユーザーのタコ壁内と申します。よろしくお願いいたします。そう、なんかね、カメラの被写界深度が浅いから、なんかタコさんがぼやけるんですよ。あ、なかなか合わない、ちょっと幻っぽい感じでいきましょうか。ちょっとね、今回はバランスが難しい、ね、モニターをね一番使ういう関係で、座り位置もねちょっと特殊にならざるを得ないということで、はい、で、毎年この時間本当に、文具ジャムの中心にプレゼンテーションをやる。で、特にそれぞれお一人が、まあ、得意分野といいますか、はい、得意な文房具のネタをやるということで、うん、で余った時間に、ニコニコ生放送のこのコメント機能を使って文房具に関する、まあ、疑問であったりとか、はい、あるいは人生の悩みとかを、募集して、それを文房具で答えるという、ね、あ、それなら大丈夫です。文房具で答えるなら大丈夫ですね。持ちネタですね、はいはい、そういうのをやるという2時間ですね、はい、ということで、本当にいきなりここから文房具の話ばっかりになります、2時間、うん、はい、今日びっくりするくらい文房具の話ばっかりです。、はい、覚悟はそれはもう皆さんしていただくしかないんですけど、ということで、今日は誰からどんなネタでいく感じなんでしょうか。あ、ですね、もうちょっとスライドが頭出ちゃってますけども、うん、私タコ壁内から、一番分かりやすいネタということで、うん、落書きを楽しもうというような話をちょっとしたいなと思っております、うん、ごく指摘、ドゥードゥルのすすめということで、うん、はい、うん、その後が順番としては僕ですね、はい、はい、僕がちょっと文房具工作の話をします、はい、工作、夏休みらしい、はい、そうですね、いいですね、はい、はい、まあ、僕が、文房具を投資するっていう話ですね。文房具を投資するという話。分かんないこと言いましたな。なるほど、分かりやすいですね。分かりやすいですか。じゃあ早速もう始めちゃいますか。はい、はい、じゃあ、はい、さんお願いします。はい、はい、まあ、ドゥードゥルなんていうかっこいいことをちょっと選んでみたんですけど、まあ、簡単に言えば、いたずら書きですね。考え事をしながらいたずら書きをする、いたずら書きのことなんですけども、うん、手を動かすっていう作業がちょっと最近うまくできてないなっていうふうに思い始めて、うん、まあ、いたずら書きをするようになったんですね、うん、まあ、こんな感じです。とりあえず何か目的があって書くのではなくて、紙に向かって、手に、ついた、なんていうんですか、その脳の中を出すっていう。タコさんはもともとイラストを描ける人、描く人なんですね。これは、まあ、趣味で子どもの頃からやってはいるのですが、とにかく何でもいいから描いてみようと、ドゥードゥルっていうといろんな種類はあると思うんですけども、まあ、何でも描いてみようじゃないかっていう話です。ね、
もともと小中高校と皆さんご記憶あると思うんですけど、教科書って結構いたずら書きしてませんでした？授業中とかにこう隙間に書いたりとか、何か肖像画にこうひげ書いてみたりとか、あったと思うんですけど、これが今やってみようと思ったら意外とできないんですね。なんか意味がないことが書けなくなってるっていう、変な大人になっちゃったなっていう感じがすごくしていまして、持つときは何かしらの目的がある時しかも持たないみたいな感じに大人になるとなりますからね。あとこれは個人的な話なのかもしれないですけど、電話をかけて話しながら手元の紙に延々といざら書きをする友人がいて、みんなできます？これ私これできないんですよ。ちゃんとした絵の体をなしてないのでよければやりますよ。やります、グリグリ、なんかね、立方体描いちゃうんですよ。描いちゃう、箱どんどん面が埋まっていく。そうやるやる。僕もそれすらできないんです。それやり始めると電話聞けなくなっちゃうんです、そう、分離しちゃうんです。マルチタスクがいかなくなっちゃう。でどうも自分の能力が落ちてきたんじゃないかと、いたずら書きをすること自体が大変高度な頭の体操なんじゃないかっていうふうに思い始めたんですね。で、何でも書こうと、書いてみようと、で、あともう一つは、こういう文房具マニア的な因果な、生活をしてますと、せっかく買ったのに使わない筆記具っていうのが結構出てきちゃうんですね。必要以上に買い込んでしまうからね。なのでそれの出番を、与えてあげたいっていう気持ちもあって、必要がある筆記の量を増やすってすごく難しいので仕事でも書くことを増やすとかって結構難しいんですけども、そうじゃなくて隙間時間に何か絵を描いたり字を描いたりっていうのを習慣にして、ちょっとした自分の中で頭の体操してみようと、高度なことをしようと言ってるわけではないです。だから高度な頭の体操なんじゃないかと思い込んでるだけなんですけど、暇を見つけて紙に字とか絵を描くだけ、別にルールがあるわけじゃないです。なんとなく描いてみようと。で自宅では英語版ですね、ちょっと大学ノートよりは小さい版、英語版のパッド式の紙を、常に机の上に置いておいて何かを書く、で外出するときは後で出てきますけど、リヒトにクリップファイルっていうちょっと便利なファイルがありまして、その辺に英語の紙を挟んで持ち歩くと、で常に何か持っていて何でも書けるような状態にしておくっていうので、自分の中でそういう習慣を、つけてみて、で書く機会が増えて、で最終的に気がついたことっていうのは、簡単に言うと紙の上に書くといろいろ落ち着くんですね。何でもいいんですよ。人に見せるために書いてるわけじゃないんで、なんかやっぱりどっかモヤモヤしてるんだと思うんですね。パソコンに向かってキーボードを打つっていうのはモヤモヤが吐き出せてない感じがすごくして、で意味のないこともたくさん書いてます。だから意味のないことだけども、自分の中では多分モヤモヤしたんだと思うんですよ。この数もと持ちが似てるんじゃないかとか、これのことですね。ごめん何言ってんだあんた。それが自分の中で分かってないから、書いてみて似てねえやって分かるわけ。似てない。そう、結論としては似てなくていいんだ。腰が痛いから座り方が悪いんじゃないかと思って、こう座ってる形を書いてみたりとか、これ後ろのやつね。そう、とかこの谷っていう感じがこうしょんぼりした顔に見えるんじゃないかとか、なんかそういうのもこう頭の中で、ただモヤモヤしてるだけじゃなくて、書いてみると気持ちがいい。でそれと同時にその紙に書くっていう行為自体がすごく楽しいっていうことが改めて分かったんですね。紙の表面からこう伝わる筆記感っていうんですかね、こうカリカリしてる感じとかスルスルしてる感じ、未だにデジタルがアナログを超えることができない部分だと思っています。紙の感触、書いた時の感触、それからわずかですけど匂いですね、そういうものがデジタルではまだできてない、音もしますしね。そうですね、それを疑似的にデジタルで作り出すってことはもう不可能じゃないと思うんですけども、今のところそういうことができてないっていうことと、やっぱ楽しみが簡単に手に入るっていうところで、指先から伝わるその感覚みたいなものを最大限に味わうことができるのが現状僕の中ではシャープペンと鉛筆なんですね。こうカリカリしている、でスルスルも書ける、で紙に対して当たってる面の感じっていうのがすごく指先に伝わってきて、でさらにシャープペンはそんなに匂うわけじゃないですけども、鉛筆の場合はさらに鉛筆を削って削りカスの香りを楽しむところまでワンセット。これが昔でいうとこの その筆で字を書く前にこう墨をするような感じ、墨がだんだん香ってくる、匂いが立ってくる、そう、あれすごい落ち着く感じっていうのが、鉛筆のかじるかすの中にも非常に感じられることがあって、じゃあお作法としてのその鉛筆削り的な作法もあるし、ブレイクとして作業をしていて、ちょっとなまっちゃったなって削って、で削った後に削りかすをちょっと嗅いで、
うんうん、俺生きてるみたいな削りカスをちょっと嗅いでっていう、そうですね、はい、あの生きてるって、はい、ケースの中に入っちゃってるやつをわざわざ出すっていう行為を皆さんされないと思うんですけど、うん、はいはいはい、ちょっと嗅ぐっていう、うんうん、あ、鉛筆好きの人がたまにやると言われてる、ね、そうですね、雅な趣味の一つですね、うん、はい、そのあたりを、まあ、できれば、うん、あのわざわざ買ってきてやるのではなくて、うん、皆さんお手元にあるんじゃないですか、うん、せっかくなんでその、まあ、ドゥードゥルってちょっとかっこいい言葉にしちゃってますけども、うん、落書きでもいたずる書きでもいいんで書いてみませんかっていうところを、あの話をしたかったっていうのと、プラス、先ほどの製品の供養じゃないですけども、やっぱり出番の少ないペンがあるんですね、特に シャープペンシルって社会人の皆さんそんなに頻度高くないと思うんですよ、うん、まあ、日常的に使わないですね、仕事とかでは。そう、今たくさん周辺が出ていて、うん、で、あの中高生にすごく受けていてっていうので、うん、試しに買ってみてはいいけども、うん、意外と使ってないっていう方もいらっしゃるんじゃないか、うん、なので、まあ、書くきっかけとしてこういうものも、うん、あったら面白いんじゃないかなっていうことで、うんうんうん、とりあえず外出先では、うん、まあ、ちょっと鉛筆持ちにくいんで、うん、折れないシャーペン、うん、このあたりを持っていただくと面白いんじゃないかなという話です、うんうん、でここからは、普段私が使っている製品の話になります、うん、まあ、皆様ここにいる皆様はもうご存知の製品ばっかりだと思うんですけども、うん、おそらく、うん、まあ、ラジオ聞かれてる方もあーってなるものばかりだと思います。珍しいものは特に出てこないです、うん、本当だろうか、はい、まあ、最初一番、まあ、あの使ってる製品としてはこちらですね、はい、オレンズネロという製品です。未だになかなか買えないオレンズネロ、ね、今話題の、超品薄、シャープペンシルですね、うん、0.2 ミリっていうあのペンテルっていう会社にしかない超極細の社員を使っていて、うん、でまあ、0.3 ミリのモデルもあるんですけども、うん、シャープペンシルのフラグシップモデルということで非常に高級な製品ではあるんですけども、書き味が非常にいい。そうそう、コメントで売ってないって、ね、書いてあるんですけど、これ売ってないんですよね、なかなか。そうですね、店頭に回らない。あとはあのこう都市圏の大型店などですとたまに見ることがあるんですけど、うん、なかなかその全国まで巡ってないみたいな印象がありますよ ね、うんうん、ね。で、まあ、オレンズっていうシリーズそのものがもともと 0.2 ミリとか 0.3 ミリっていう細い芯を使っていたので、うん、芯が折れにくいもしくは折れないっていうことをもともと売りに、うん、しているということで、この先っぽの、細い管の部分ですね、うん、そこが、書いてると伸縮してくる、なるべく芯を出さないで書くっていうことですね、うんうん、それで折れなくなってる、まあ、オレンズっていう製品名になってるんですけども、うんうん、これパイプの先っぽが紙に当たってるんですね。そうですね、そうですね、そう、芯がほとんど出てないので、うん、それでも書き味そのものがそんなに損なわれてない、その先っぽの切削されている角度であるとか、うん、そういうものが非常に微妙によくできていて、うん、で書いていて気持ちがいいんですね、うん、で 0.2 ミリの芯って書いてみると大きい字書けないんですよ、うんうん、すごい細かくなっちゃうんですね。これ 0.2 と 0.5 で書き比べてるんですけども、左が 0.2 で右が 0.5 です。特に何も考えなくても1個の文字の大きさ自体が違いますよね、うん、もう密度が違ってきてますよね。左の方がやっぱちっちゃくなるしキュッとしますね、うん、そうですね、細かく細く書くっていうのに何の意味があるんだろうってたまに言われることがあるんですけども、うん、そういうことではないという、うん、細かく細く書くことが楽しいんだっていうのも分かってほしいですね。細かく書けるっていうこと自体が喜びになるし、うん、表現力が変わってくる。いろいろなものを使ってみると分かるんですけども、シャープペンシルは特に 0.5 ミリの芯って細く見えるんですけども、うん、まあ、罫線があったりすると意外とその罫線の中に全ての漢字を入れることができなかったりして太くなってしまうことがある線が、うん、0.2 ミリの芯っていうのはすごく細かく書けます。この紙はこれ用に書いたわけじゃなくて、こういうのをもうすでに書き書いてるわけですよね、うん、なんとなく考えながら、うん、考えながらの時もあるし考えない時もあるし、だから途中で全然関係ないことがたくさん書いてありますよね、うんうん、0.2 の芯とか使うと情報が圧縮できるんですよね、うん、圧縮できる。 0.5 で書いてると、うん、こう何遍も改行することになるじゃないですか、太くて大きい字書いちゃうんで、うんうんうん、なんでもうこれぐらいで情報詰め込むのいいやで止めちゃったりするんですよ、うん、0.2 だと細いんでどこまでも情報入れていけるんで、うん、結構思ってなかったことまで追加しちゃうみたいなことも、うん、そう、途中で追記するみたいな癖がついてくると、うん、そこのところのこう隙間がたくさんできてくるので、うん、そこにまたいろいろギュギュと詰め込んでみたりっていう、うん、まあ、ドゥードゥルって言い方の中の一つかもしれませんけども、うん、遊びがすごく増えてきて、うん、自分の
考え方そのものが最終的に広がっていく感じはするんです、ね、なんか数字で見る と、 ちょっとだけの差みたいに見えるけど、うん、実際太さ的には半分ぐらいになるんだよ ね、 そうなんでだいぶあれだもんね、うん、本当に見てはっきり違うもんねやっぱり、うん、だから 0.2 ミリをまだ体験したことのない方は簡単に折れるんじゃないって思われるかもしれないんですけども、うん、オレンズってシリーズを使う限りはそうそうは折れないので、うんまあ、もしよろしければちょっと 0.2 ミリって試していただくといいかなっていう感じはあります、うんうん、で、これが、2014年に、まあ、折れないシャーペンシルということで出てきてその後に、まあ、ブームを作ったのがこのデルガードっていうシリーズですね。もう本気で折れない、はい、あの上から押そうが、うん、斜めから押そうが折れない、うん、であのそのデルガードっていうのがこれがやっぱり2014年の後半11月でしたっけね、うん、発売になってでこの年に、まあ、折れないシャーペンシル戦争みたいなものが本格化するんですけども、うん、その中のこちらはあの、まあ、上位バージョンというか後継バージョンで、うん消しゴムが後ろから出てくるんですね、うんうん、キャップのところに、普通ですとあのキャップがついていてポンって外して消しゴムを出すってパターンすごく多いと思うんですけど、うんうん、これの場合はひっくり返すだけで消しゴムが出てくる、うん、でそれもカチッと固定されるので消す時には全く動かなくて、うん、でまたくるりと戻すと消しゴムがスポンと戻るという、うんうん、で普段使っていてもあの消しゴムどこ行ったっけっていう時にあのすごく便利ですし、あとは上質な消しゴムを使っているので、うん、これ1本でも消しゴムがあるなしに関わらず、うん、常に、筆記が楽しめるという、うん、こういう商品もあります、うん、デルガードは本当に今学生さんは本当に使ってますよね、うん、多いですね、多いですね、見てると、うん、大人になると、ね、全然意外とその辺分かんないかもしれないですけど、うん、まあでものすごい重要な、ね、でかいシャーペンですよ、うん、これはね、うん、そうだから中高生のお子さんいるね、うん、あのリスナーの方ちょっとね、うん、あの子供さんの筆箱見せてもらうとほぼ入ってますよやっぱり、うん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 、これね、あのデルガードもすごく面白くて、でこの後あの各社が、折れない戦争みたいなものをもう一度、確認しながら製品を出していくんですけども、うんでこれが、後発で出ました去年の12月でしたかね、パイロットのモーグルエアーという商品です、うんアクティブサスペンションって言い方をしてるんですけども、中にごっつい、バネが入ってまして、ペンそのものがもうギュッとこう沈むような感じで、うん折れる衝撃を防ぎます、うんでこの辺りになってくると、あの先ほどのあのデルガードなんかだと、まあ、ノック4回以上したら折れる可能性がありますって表記があったり、モグレアはノック2回までって言っちゃってるんですね。うーん、で芯が出てる量が減れば当然折れにくくはなるんですけども、うん、ノック2回分しか出てないと書いた時に字があっという間に尽きてしまいますよね、うん、芯が、うん、でそういう時にどうするかっていう時に、この、パイロットコーポレーションさんのこのお家芸であるところのフレフレ機構という、うん、上に、そう、上にたぐってノックをするのではなくて、本体を上下に振るだけで芯が出てくる、シャカシャカ振るんですね、うん、これによって途切れない筆記が可能になると、うんうん、かけるだけの芯の量が減ってる分だけ、そういって速度ですね、タイミングの速度でかけるようになっていくと、うん、こういうようなカバーの仕方をしていくと、後発になってくるとやっぱりその自分たちの強みみたいなものが、そういうところで出てきますよね、うんうん、で、それに対して、新任製三菱鉛筆、クルトガという製品を長い間売ってましたけども、これが、今年の4月に、その上位機種であるとこのアドバンスという製品が出てまいりました、クルトガと、同じような機構を持ってるんですけども、まずはあの先っぽのパイプがスライドします、これはオレンズと同じような発想で、芯そのものをカバーしながら書いていくと、あのスライドするんですね、パイプが。なので、1回押した分の筆記の量っていうのが、先っぽが出てる分っていうよりもそのパイプの分だけ書けると、うんうん、どんどん縮んでいくんですね、パイプね、なのでその分だけ長距離の筆記ができると、うん、それから、こちらのあのダブルスピードエンジンっていう言い方をしてますけども、クロトガに比べると回転数が倍になってる、芯自体がくるくる回るんだけど、うん、その回転数が上がったってことですね、回転することによって片べりを減らして、まあ文字が常に一定の濃さで書けて比較的細く書けるっていうのがクロトガのまあ効力だったんですけども、2008年3月に積んできたクロトガが、40画で1回転だったのに対して、2017年9年後の、クロトガアドバンスに関しては20画で1回転と、2倍の回転数を持っている、こういうところにもやっぱりこうアドバンスっていう、次世代っていう名前の付け方があるんじゃないかなと思いますよね、結構クルトガとカギアリ違いますよね、アドバンスって 違います、ね、違いますね、やっぱり、で、あ、進化したなって感じになりますよね、アドバンスで使うとね、
いいんだよな。そう、あの先っぽのところがあの金属のパーツが増えたりして、そこのところだけ、まあ、ほんのわずかですけども、やっぱり先が重くなって、あの粒子が少し変わったことで書きやすくなっている部分もあるかなと思いますし、意外と回ってるの感じますよね、うんうんうん、やっぱり字下手な人ってこういう常にちゃんと尖らせてくれるペンで書いた方が文字が丁寧に書けるので、汚い字の人はこれ使うと割といいですよ、うん、アドバンス、うん、それはいいですよね、よく聞いてる、うん、ま、なのでアドバンスに関しては、まあ、折れないシャープっていう範疇がちょっと違うかもしれないんですけども、うん、やっぱりパイプそのものの中に芯が守られてるっていう意味では、まあ、折れない範疇に入る、うんうん、で逆に絶対うち折れないぞって言ってるのがこのオレーヌプラスですね、まあ、名前から知ってるね、うん、はい、うん、まあ、元祖折れないシャープって言い方をしていいんじゃないかと思います。もともと一番最初のオレーヌシャープが2009年の発売になるんですね、うんうんうん、でその後で改良版であるオレーヌシールドというのが出まして、うん、落下した時に、中で芯が折れないよっていうガードを入れてきました、うんうん、で今回2016年にさらに新タンクの中に入っている芯も折れないぞと、はい、筆記の衝撃で折れない、うん、内部機構で折れない、うん、そして新タンクの中のものが落下でも折れないと、うん、シャーペン自体をポロッと落としても中で芯が砕けない、砕けない、ね、砕けて折れない、うん、でトップチャックしているので残芯が 0.5 ミリと、他のシャーペンシルって大体こう2ミリぐらいペロッと出てきてしまうんですけども、うん、ここに残ったやつがね、そうですね、もったいない感じがあるんですけど、折れぬプラスはトップチャックなので残芯が 0.5 ミリと、うん、本当にもう元祖折れないシャーペンシルの、まあ、最強形態じゃないかなと、うん、個人的には思っています。うんうん、ただって言っちゃ失礼ですけど、ちょっと長いんですよねこれ本体がねこれ写真だと分かりにくいんですけど、あ、うん、あの155ミリぐらい、152ミリかぐらいあるんですよ。でピンとこないと思うんですけど、他のシャープって大体140ミリぐらいしかないんですね、うん、そうだから束ねるとこれだけ頭一つ抜けるんですよ、うん、あ、そうなんですか、うん、ちょっとだからそれだけ大きいんだよね今現物が今日は現物も比較的ふんだんに使っていくということですね。わ、うん、かりますかね、うん、このぐらい、これ長い方が当然折れるんですね、キャップの分ぐらい長いって感じ、ね、うん、ちょっと長さが違うんですね、うんうんうん、あのバイアグラのノベルティにも使われたと名高いオレーヌ、いい目の付けどころですね、バイアグラでオレーヌいいですよね、中オレーヌとかそういう中オレーヌかなっていうね、ねあえて中折れのシャープを使ったら大変なことになりますよね。ね、ポキポキみたいな。それね、絶対ダメですね。さっから何の話？で、まあこれが多分形としては最強じゃないかなと思ってるんですけど、ちょっと番外編で、落として折れないんだったらもっとすげえのがあるぞっていうやつが、こちらです。ユラ社という商品ですね。はい、落下の衝撃どころではありません。これは、机の端から絶対に転がり落ちないんですね。はい、起き上がり拳のように中に偏った重りが入っていて、軸が一回転しないんです。なので、コロンとではなくて、もうちょっと傾いたら元に戻っちゃうんですよ、重りで。机の端に行っても、ああちょっと今映るかなこれ。はい、だからこのコロンやってももう絶対に向こうに行かないという、すみません、ね、ものすごくピントが合わせにくいアクションばっかりしてますけどそう、だからもう本当に起き上がりこぼしですね、タコさんが書いてたように。そう、重心がずれてるね。そう、うん、重心がずれて重りが入ってるんで、うん、あ、今ちょっと言っちゃいましたけど、うん、まあまあこれぐらいですよ、1回転2回転ですよ、だから、うん、そう、だから落として折れないではなくて落とさない、落とさない、ね、落としようがない、はい、うん、達人の領域ですね。戦わないけど、ね、戦わずして勝つ渋沢豪樹です、うん、この製品2012年の発売なんで、あの折れない戦争とは直接は関係ないんですけども、うん、俺これ知らなかったですわ、うん、ちょっとあの小学生向けというんですかね、まあ、学童向けに近い商品だと思うんですけども、うん、こういうものもあるよっていうのをちょっと紹介したくて今日持って帰りました、うん、でこんだけいろんな製品をまあ結局買って特価引換使ってると、うん、あのメインで使ってるシャープとそうじゃないシャープ出てくると思うんですね、うん、あの特にあの付き合いが長いクルトガとか、うん、あのデルガードもだからタイプ ER を買ってしまうと初期のデルガードとか、うん、まあ、使わないやつが出てくると思うんですね。2番落ち3番落ちになっていくと、で第一線を退いたやつも、せっかくなんでかわいそうだから使いたいなって思うんですが、うん、機能的に優れたものがあるからどうしようってなった時に、うん、じゃあ側かっこよくしようよっていうこれがこれ説明が必要なんだよな、はい、あのスマートジャケットってこれあの写真で見ると緑色で黒の方が中にデルガードが入ってます、うん、で銀で赤の方に、クルトガが入ってます、うん、でこの外側のアルミのアーマーだけが製品です、うんうん、はい、あの分かるかなっていうところで要はパーツの中にも直入れちゃってんですよね、はいはいはい、
フルアーマーガンダムみたいな感じなんだけど、わ、うん、かりますかね、うん、これちょっと出せる今、ちょっと俺がやっちゃおうか、いけますか、この上、上キュルキュルっと、うん、いいですか、はい、これがですね、こういう実はシャーペンではなくて、鎧をかぶせてる状態ですね。外骨格です。そうね。こうして、既存のシャーペンに対して外骨格だけを生み出すと。うんうん、で、この製品の。この状態で、うん、あとキャップですね。キャップですね。キャップも、うん、このメタルのパーツの差し替えなんで。うん、そう。売ってんです。1800円。1800円。そうそう。で、やったーってみんな買って、これカシャーンってやって、カシャーンってやって、こうやってやって、こうやってやって強そうこうするとわーなんかめっちゃ強くなったこのシャーペンみたいな感じになるという、はいうん、これであのフルアーマークルトガの完成ですね、うん、ね本体より全然側の方が高いってやつ ね、はい、そうですね、はい、これ半端じゃない工作精度ですよね、しかもすごいですよね、うん、これ医療機器とかの、 あの部品とか作ってたりするような、うん、まあ、あの工場が、うん、あのそれをこうなんか文具関係の、はいはい、まあ、ちょっとそういうものをいくつか作ってるんですが、うん、すいません僕企画一緒にやってます文房企画ですね、これ作ろうってそそのかしたの私です、だいたい変態性の高いこういう文房が大体この人も関連そしてこれ作ってる工場の方はこの番組のリスナーさんでございます私あのこれを雑誌で紹介したいっていうふうに雑誌で言ったらあのメーカーさんが私の家に非常に近いということでですね、はい、近所で会いまして会いましょうって言われてすごい怖かったんですけど会いに行ったらラジオ聞いてますって言ってでこれを渡されるとこれ温まる話、いい話ですね、いい話ですね、はいはい、これめちゃくちゃ好きです、うん、でまあ、いいですね、割とずっしりくるんで、うん、なんか重量バランスもそうあの、うん、ただアルミニウムなんで見た目よりは重くないですね、そう、でもやっぱり本体よりは荷重がかかってるのと、うん、あとはちょっと太くしね、そう、そうそうそう、シャーペンシル自体が少し細いかなとか、はい、あのこのタイプのクルトガとか、うん、あのデルガードはあの先があの透明になっていて、うん、あの滑り止めが一切ないんですね、うん、なのでちょっと滑り止め欲しかったなっていう人にはこのローレットが非常にいいんじゃないかなと、ね、このギザギザになってるのが手汗かく人なんかはね非常に握りやすくなる、ねえ、うん、聞かない人が、ね、手汗超かく人はダメですね、やっぱローレット聞かない人がいるほら、うん、手汗かきすぎるとこれですからダメ、うん、滑りますね、ああそう、うん、びっしゃびしゃってことですか、びっしゃびしゃです、ローレットの溝の中に汗が入り込んでこう浮かせるぐらいの、もうダメですね、ハイドロプレーニング、そうそうそう、ハイドロプレーニング、運転免許取るとき習いますね、うん、あれです、あれ雨の降り始めが一番、はい、滑っちゃうやつだ、はい、まあ余談でした、はい、まあ、シャーペンシルもこうやっていろいろなあの見せ方使い方があるので、せっかくなんで手元にあるやつは使おうじゃないかっていうようなお話です、うん、でまあ、あとは、自宅では鉛筆を使っています、鉛筆はちょっと持ち歩くのが結構大変なので、うん、基本的には鉛筆は自宅で使ってます、うん、あの特にメーカーにこだわりはありません、うん、HB から 2B までが大体好き で、うん、でまあ、中でもあの買い足してまで使ってるっていうのは、三菱鉛筆のハイユニという製品の 2B ですね、うんうんうん、あのこれがちょっと自分の体に非常に合っておりますので、うん、まあ、使っております、体に合って、合わない鉛筆がたまにあるんですよ、うん、手に合わないじゃなくて体に合わない、体に合わないんです、うん、あこれ違うペみたいな、そういうのがたまにあるんですけど、うん、でも国産の鉛筆は大体自分の体には合ってる感じがしますね、うんうん、ね、日本の水を使ってるからとか、黒鉛は日本のもので、黒鉛は違うんじゃないかしら、日本生まれのタコには日本の鉛筆が合うに決まってるだろうみたいな、山岡さんがよく見ると変な鉛筆が結構入ってますよ、まあ、一本一本言いませんけど、あ、ね、そうですね、あの削ってないやつだけ写真撮ってきたんでちょっと変なのが混じってますね、うん、まあ、ちょっとね、はい、あれですけど、うん、でこれはあの通常に鉛筆ですけども、あの実際に私鉛筆補助軸が大好きでして、あの鉛筆ちょっと細いんですね、大人が握るにはちょっと細いんで、補助軸に入れるとさっき あのアーマーパーツじゃないですけども、ちょっと太い方がやっぱり書きやすいので、大体補助軸に入れると個人の所有量超えてますね、まあ握りやすくなるんで、あの短くなったらとにかく入れてますし、持ってんなタコさん、場合によっては半分に切って使ってますね、もう補助っていう立ち位置じゃないですね、もうサイボーグ鉛筆機械化されてますよね、これね、機械化じゃないでしょ別に全部使ってる感じがするのがまた怖いんだよ、基本的には特回引っかいして使う感じなのと、あのちょっと材質が違うので、物によって今日は基軸がいいなとか、あの今日はあの樹脂がいいなとか親が怒るパターンで、
同じの持ってんじゃないっていう材質が違うんだよ。あのよく息子に貸すんですけど、あのたまに高いのがこの中に混じってるんで、それは返せって言ってるんです。あります、混ざってますね、確かに、ね、あの普通のその安いやつだったらね、なくされても別に怒ったりしないんですが、まあなのでこうやって鉛筆も、コツコツと使うような感じですね、うん。であとはあの簡単に説明します。自宅で使う鉛筆削りを今日、物としては3種類一応お持ちしたんですが、やってる時間があるかな。まず一番最初に、普段使ってるものがこちらです。ちょっとかっこいい名前になります。2ブレードグラスジャーシャープナー、蛍光ブレーションっていうところで使っているそこのアクセントがそんなタコさん初めて見ました。リサスティックマイヤーみたいな、なんでやねんこれは何？あ、ですね、あのものすごく簡単に言ってしまうと、ガラスの瓶の中に、あのよく皆さんが見るあの小さな鉛筆削りのパーツが中に入ってるんですね。これ見えますかね、じゃあここに置きましょうか、また、はい、この蓋の部分落としてもらって、そうですね、蓋の部分、ここのところに、あの、あっと思われるかもしれません、あの小さい鉛筆削りが、蓋にくっついてる状態のもので、まあ、カスがあのガラスの中に入るというものなんですけども、こちらの刃がですね、あの実は両面についてます、だから表と裏2枚刃なんですね、なので、2枚ついてるんで、倍速で削れる。はいはいはい、はい、まあ、簡単な計算ですね、はいはい、あの一応メーカーが言うには新品の鉛筆を、8回転で削り出します。8回相当少ない、相当早いです、うん、あのもう皆さん鉛筆削られることあんまりないと思ってピンとこないかもしれませんけど、うん、普通の、うん、まあこういう小さい鉛筆削りがあると思うんですけど、うん、これ8回じゃ絶対頭出ないです、大体20回転ぐらいで完全に尖る、20はしないと思うんですね。あ、そうですか、ね、でもこちらなら8回でいきます、これもでもいいやつですよね。そうそう、これもあの非常に削れ味のいいやつなんですけども、ちょっとねこれもしよろしかったらやってみます。いいんですか、はい、ありがとうございます、これなんかまず普通のやつを削りますか、じゃあなんか紙なんか紙敷いた方がいいですよね、紙一枚もらっていいですか。中島19度。あ、じゃあちょっとこれに。あ、そのこれ大丈夫なんですね、うん、はい。いや、これ自体めちゃくちゃいいんですよね。そうですね。うん、あの中島19度さんっていうあの、まあ、ね、大阪 の、うんね、あの老舗の鉛筆削りのメーカーさんで、はいはいはい、そのボディそのものは皆さんよく見ると思うんですけども、うん、なかなかその単体で製品がポンと売ってるっていうのがなくて、うん、気がつかれないブランドかと思いますけど。うん、あの今で20回転以上しちゃいましたね。してますかね。うん、で今でどんくらい削れてるかっていうと、まあまだまだ。うん、頭は出ない。はいはいはい。ね、ちょっとこっちいきなり行ってみます、はい、じゃあちょっと、はい、じゃあ新しいやつ出して、うん、あ、いや、こんな贅沢にやっちゃっていいんですか。いいですよ、よいしょ。これは蓋をしたいですよね。あ、蓋をした状態 で、ね、で上からギュッと押し込んでいただいて、あとは回転させるだけです。2、3、4、5、6ぐらいかな、これ今ちょっと行きましょうか、あ、まだ全然ですね、まだですね、これどうだ。あ、でもちょっと早いですね、やっぱりね。うん、あ、出てきました、ね、まだできてはないですけどね。できてね、うん、今で8回転ぐらい。もうちょっといった、これ実演だと6回出ますよ。あ、でももうだいぶ出ました。うん、はいはい、うん、そうね。早いです、早いです。ね、はい、あの2枚刃で早く削れるっていうこともそうですし、うん、あの中のこうカスがですね、うん、あの非常に美しく、しかもボトルの中にたまるっていう。うん、あの削りカスまで楽しむっていう、はい、こんな感じの削りカスが毎回出てきます、うん、めでるということですね、はい、うん、これ中に取っとくっていうのも、まあ、あのいいんですけども、うん、まあ、1回出して、香りを嗅いで、まあ、私は残念ながらそこからと取っとくってことはなくて捨ててしまうんですけど、うん、はい、まあ、普通そうです、うん、あ、でも僕削りカスコレクションしてますよ。あ、マジですか。あの会心の削りカスができた場合はもうあの綿の入った箱に入れてもう取っとくんですよ。会心の削りそのみたいな感じですか。美しいみたいな、そういう、あ、雅だ、いいですね、うん、そうですか。たまに取り出してうっとりしてから戻すみたいな、あ、いいですね。へその緒の箱みたいな、そうそう、 あの感じ、あの感じ、あんな感じ。結構いるんですよ、削りカスコレクター結構、うん、実はいるんですよね、はい、目の前に出てこないだけ確かにいらっしゃるんですよ、ね、目の前には本当に出てこないです、はい、ただ探すといるっていうね、はい、であとは、まあ、こうやってあの手軽に削れるものもありますけども、うん、あのうちとにかく小学生の息子がいるんで、うん、通常の子供用の卓上削りという意味で、うん、今回の、新製品ですね、尖りターンという、
はい、あのソニックっていう、はい、あの学童部分が得意なメーカーがあるんですけども、うん、こちらがまあ新開発の特許機構で、うん、非常に面白いものを出してきました、うん、これよかったらもう早速削ってもらっちゃっていいですか。これ今日実はねもう一回後でね別の方の話で出てくるかもしれませんけど、はい、だからちょっととりあえず、はい、あもうまあ、うん、機構は説明しませんから動きだけお見せしましょうか、はい、ここに、まずロックをパチッと外してよし、これマジでやばいんですよ。でギュッと奥まで入れちゃってください、うん、はい、でもう押さえる必要はないです、はいはい、で上から持ってで回します。はい、でこれ吸い込まれてきますよね。あの鉛筆が入ってっての分かりますかね、中に。そう、吸い込まれていってどんどん削れていって、で削れました。はい、出てきますっていう。分かりますかね、今キューって吸い込まれてったのが、戻るんですよ、ボーンって。で戻るともうスッと取れて排出削り上がってるっていう。あー、コントロールが合わない。お、来ました。そういう感じ、そういう感じ、こういう感じですね。はい、でグッと差し込んでハンドルを回して削る。削る。で、うん、尖ってしまった後は自動で出てくる。出てくる。同じ一方向にしか回してないんだけど、うん、勝手に戻ってくる、うん、ってやつですね。そうですね。はい。中で削り上がったって判断された瞬間に、はい、もうギアが逆転するっていう。はい、これ非常にあの子供も分かりやすくていいっていう。はい、うん、電池使ったりなんかセンサーがね、電気的なものが入ってるわけではなく、機械的な。はい、これ削りがちょっと細かくなっちゃうんですけどもね、あのこういう感じで出てまいります。でロックかかってますから出ません。あ、そうかそうか、一番上までパチッと。それがいいとこだよね、このような形で。あの普通に使ってる状態だと落としてもそれが出ないのね、うん、出ないね。それはいい。そうで、さらにロックを一番下まで閉じてしまうと今度はもう削りカス自体が通る穴もなくなってしまうので、うんうんうん、入り口も塞がる、入り口も塞がる、ね、非常によくできてますね、うん、はい、ソニック大阪のね、はいはいはい、大阪の学童文具メーカーさんですね、はい、これはびっくりしましたね。これは今、まあ、一押しですね。であとはすいません、おまけみたいなもんなんですけども、ちょっとアンティーク系であの最近好きだったのをようやく手に入れましたんで、うん、ナショナルだった頃の、松下電機が作っていた鉛筆削りですね、うん、ファンシルって商品なんですけども、うん、アンティーク扱いにはなりますが、うん、ここ分かりにくいと思うんですけど、中に、縦型に6枚のブレードが入ってまして、風車のように回るんですね。ちょっと一緒に見えるかな、ちょっと置きましょうね、うん、風車型めっちゃかっけえ。風車型、はい、はい、でこれでガーッと上の穴から鉛筆を突っ込んで、うん、あとは延々コツコツ削っていく感じなんですけども、うんうんうん、これがあのようやく手に入りまして、これ今電源入ってると思うんでちょっとやってみてもらっていいですか。ハンドスピナー的な、俺も初めてやりますね、はい、もうギュッと突っ込んじゃってください。いっちゃっていいですか、はい、いきます、せー、おっ、あ、はい、あ、もう離してください。あ、鉛筆もくるくる回るんだ、はい、わかりますかね、削りカス出てますよね。あ、そう、うん、ほら、だからすげえ勢いでナイフで削ってんのと一緒なんだよね。そうそう、あの手削りと同じ。そうそうそう、ぶわー削れてる。八つ咲き降臨的なことだね、これ。そうです、そうです、議論の勝ったんですね。あー、もうこれで削れました、削れた、はい、あとは引っ張って出していただければ、もう本当に削れてるんですか。削れてる、キンキンです、キンキンやないですか。あら、そう、あら、そう、へえ。これがまたその木肌のツヤがいいんですよ。木肌のツヤ、すごい美しい。ピンと合いますでしょうか。木肌のツヤでございます。光ってますね。光ってますね。ハイライト入ってますね。はいはい、自然に光ってます。非常に美しいですね。あ、ピンと押しました。はい、来た。はい、いや、美しい。はい。で削りカス、これかなり細く削れる感じになるんですけども。うんうんうん、あとは先が長く削れますよね。そうですね、うん、角度がね緩くてね、あ、これは素晴らしいですね。非常にかっこいいので、うん、ちょっとこれは、うん、あのなかなか、うん、あの目にすることはないとは思うんですけども、うん、手に入れられてよかったなと思う製品です、うん、なるほど。でそれぞれの削りカスも並べてみるとやっぱり個性があって非常に面白いですよね、うん、グラスジャーで作ったものを尖りターンで削ったもの、うん、ファンシルで削ったもの、うん、やっぱり昔の、シャープナーなのでファンシルで削ったものってちょっと削りカス多い感じはしますけども、うんうん、でもやっぱりそれぞれ個性があっていいですよね、うんうん、だいぶ変な絵面ですけどね、うんうん、じゃああとはちょっと長くなってしまったので紙の説明だけさせてください。基本的に、なるべく安い方がいいと。で私は軽なしを使ってます、無地ですね。で英語版でパッドになっていて剥がして1枚にできる。で鉛筆とシャーペンシルの書き味が優れてるっていうのが基本です、うん、で、普段よいしょ一枚一枚にして使うときには、このリストラブのクリップファイル F5065 っていうのを使っています。映してもらいましょうか。これ今日クリップボードさっきも出ましたね、うんうん、はい、はい、うん、あの通常のクリップボードに近い形をしてるんですけども、うん、これパタッと開いていただくと上のところが、バネで挟み込んでるわけじゃなくてクリップになってるんですね。上に
上に開きます。斜めにスライドさせるんですね。スライドさせると開きます。どっちだっけ、こっちだっけ。そうそうそう、どっちだっけ、はいはいはい、うん、よいしょ、これをこういう感じで、そうですね、で、中に紙を挟み込むような状態ですね、うん、そしてで紙を入れたら、そうやってまたスライドさせると収まりますと、結構がっちり固定されるんですね。そうですね、うん、で薄くて軽くて、うん、非常に便利なので、うん、これを使って、まあ、外で書くときには、うん、ボード代わりというふうにしています、うん、紙入れない状態でほぼジャスト 100g、 ああ相当軽いですね、うん、なんでだいたいリングノート1冊とかと変わらない感じ、はい、これね、完全に裏返せるんですよね、これね、うん、パックリとか、ね、ね、非常にいいですね、うん、で中に入っている紙、今回3種類、持ってまいりました、うん、一番最初、そこに入っているのが、うん、あ、ごめんなさい、こっちですね、うん、これがまず、ライフさんの、プレインカラーオブペーパーという本当の白紙です、うん、完全に白紙のものです、うん、で100枚で300円ということで、うん、非常に安いんですけども、うん、ものすごく滑らかで上質な紙で、うん、ほぼ、自分の中で万能の用紙だなと思っています、うん、まあ細かく書くだけじゃなくサラサラと書いて、つるつるとも書けて非常に、うん、あの書き味がいいのでいろいろな試しにも使えますし、うん、ちょっと計算用紙なんかに使ってもそんなに遜色がない、うん、あのコストだなというふうに思ってますね、うん、はい、で、続きまして、よし、こっちですね、マルマンです、クロッキーパッド、クロッキーっていう言葉聞いたことある方多いと思うんですけども、クロッキー帳っていう名前であのスパイラルのもので、絵を描く、まあ、クロッキーっていうのはもともと絵の描き方の一つなんですけども、うん、その用紙があって、鉛筆が乗ってザラザラして非常に気持ちがいい紙なんですけども、これがあの点のりのパッドで、出てまいりました、非常に鉛筆との相性が良くてですね、大変気持ちがいい書き味になります、うんうん、いいですよ ね、 ね、もうザラザラっと、とにかくザラザラっと書き出すとものすごく気持ちがいいですね、うん、シャーペンより鉛筆の方が、ね、はい、特に鉛筆は気持ちいいですね、うん、はい、であと変わり種として、36のノートブック4プロという製品があります、うん、でこれがですね、あの、まあ、ご想像していただくしかないんですけども、日めくりカレンダーの用紙なんですね、うん、あの最近あの周りも手元にないかもしれないんですけども、うん、こう1枚ずつビリッと破っていく感じ、うん、あれの用紙でして、まあ、表面もちろんあの書き味いいんですけど、うん、裏側がですね大変ザラザラしていてめちゃめちゃ気持ちいいんですね、うんうん、鉛筆で書くときにものすごい最適です、うん、今これ裏側の方を裏側の方を出してます、書くしてますね、はい、まあ、なかなか、ね、ちょっとね、テクスチャーちょっと伝わらないと思うんですけども、うん、まあでも本当こういう透けるぐらい薄い紙なんですけどね、いわゆる日めくりカレンダーね、うんうん、これが非常に気持ちよくて、とにかく書いてて脳の中からいろいろ気持ちいい汁が出てくるぐらいですね、うんうん、大変気持ちが、鉛筆の芯がゴリゴリ減っていく、この快感っていうのがあります、合法麻薬ですね、合法麻薬が出てくるんです、このね、あのファイルもいいんですよね、うん、このリヒトの方ね、ファイルも最近ね、あれか A4 サイズも出た、あ、はい、そうですね、出ましたね、はい、来週発売かなんかだった、うん、それぐらいかな、これから出るの、ね、うん、これも素晴らしい、ちょっとそれも非常にいい感じなので、ね、もう文具大賞も取ったやつなんで、はい、この A5 サイズは、うん、はい、まあいずれにしても、なんか考えるっていうことを、まあ、具体化してみたり、うん、指先で感じて快感だったり、まあ、書いてスッキリしたり、うん、文房具って楽しいなっていうようなことを感じていただけるのが、まあ、私の、ドゥドゥルライフでございます、まあ、皆様もしよろしければ、うん、何らかの形で紙に字を書く、紙に絵を書くっていうのを楽しんでもらえたらなというふうに思っております、はい、はい、駆け足ですがこれ以上です、ありがとうございました、はい、いいですね、家で聞きたくなりますね、ね、いやタコさん真面目、ちゃんとしてる、どういう意味だ、うん、まあ、でもやっぱちゃんとね使わないとね、文房具がね、タコさんは本当使うからな、引くほど使うからな、タコさん、じゃあ次は木立さんですね、俺なんですが、木立さんは夏休みにぴったりの工作だという話を聞いてます、はい、あれなんだ、なんかおかしなことになってるぞ、あるあるある、ミラーリング、はい、入ったね、超かっこいい画面が出てきました、ね、はい、じゃあ、こちら私、はい、はい、とりあえず夏休みにぴったりな文房具を作るというお話なんですけども、はいはいはい、まずですね、舐められてんですよ俺、日立拓がですか、はい、特に文具ジャム内で、うん、舐められてるんです、 なるほど、なぜかと言いますとなんで、文具もタコさんもメーカーの人間なんですね、明らかにしてないんですけど、生臭くなりました、はい、日立はコレクターだから文房具を作ってる現場の実際知らないと思ってるんですよ、ね、甘い、舐めすぎです、なるほど、こいつら、はい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 、実は何を隠そう、僕は文房具を作る
クリエイターでもあるんですよ。なるほど。あのこれまで、この何年間かこう呼んでいただいて、はい、いろんな変な文房具のコレクションをお見せしてきたけども、ロブンだなんだ、はい、うんうん、実は文房具を作ってもいるんだと。なるほど。なんか古川さんがすごい聞き方が優しくて治療を受けてる感じがしてるな大丈夫か。はい、ちょっと、ね、目疲れるんでフォントは戻します。はい、ね、それはさておき、やっぱこのね、あいつら、あいつら舐めすぎだと、そういうことあるかもしれないですね。まあ、実は僕が在野の文具クリエイターであることを知らないと、野生の文房具クリエイターであることを知らないわけです。ね、なので、ちょっと今回はそれをちゃんとアピールして、あの文具ジャム内でのこの、なんだろう、ヒエラルキー的なものを一点リセットしたい。はい、ね、というわけで、今回僕がこれまで生み出してきたすごい、ね、魔改造とかじゃない、マジ作文房具の 数々をお見せしたいと思って今回ちょっと持ってきました。魔改造という、まあ、専門用語がありますよね。はい、はい、あの要は服を着た女の子のフィギュアを改造してヌードにしたりとか、はい、あれが魔改造なんですけども、もうマジ作、マジ作、はい、魔がつく自作ということですね。はい、すごいやつです要は、うん、ね、まずとりあえず第一弾として付箋ウォーターラインシリーズというのをちょっと作りました。何ですか、はい、ちょっと参考までにこちらがですね、うん、ユルリックというメーカーさんのグリーンメーカーという、うん、これ付箋なんですけども、うん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 、これ何がいいかと言いますと、うん、本に貼るとですね、うんうん、こんな感じで、あら、草が生えたように見えるという、はいはい、緑が生い茂ってる、うん、ね、はい、なんかあのお弁当のバランみたいにも見えるんですけど、まあ、いわゆるおしゃれ付箋です、うん、ね、おしゃれなんです、うん、おしゃれです、はい、なんでパクります。はい、ね、まあ、一応ちょっとこんな感じでいろいろとデザインを入れまして変更現場ですね、はい、で、生やしましたと。はい、出た、はい、出ました、ね、はい、ね、まあ、作り方としましては、はい、まあ、まず、まあ、今こうやった、ね、デザインの反抗現場をプリントアウトして切り抜きますと、はい、で、今再剥離系の糊っていうのが売ってるんですね、はい、貼って剥がせるって書いてあるやつ、はいはい、でこれを塗るとですね、どんな紙でも付箋になるんです。なるほど、気づかなかった。はい、なので完成ですと。あら、早い。ただ、今ね、うん、コメントにはですね、はい、プライドはないのかと、ね、パクんなみたいなことがあったんですけど、まあ、違う、はい、ただ単にパクると気まずいんで、そりゃそうだ、ね、方向性ちょっと変更します。インスパイアされた、インスパイア、これ、それいいこと言う、はい、まあ、文豪はいいこと言う、はい、はい、あのユルリクさんのグリーンメーカー、うん、このラインから下を、うん、要は地面に見立ててるわけですよね。第一です。じゃあ、うん、こっちはこの線から下を水面にしちゃえという。全然違う、ね、別です、うん、ね、地面と水面全然違う、はい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 、というわけでこういう感じでですね、うん、発展系も考えました。おまあ、これは普通にいいんじゃないですか、ね、かわいいですよね、うん、白鳥の付箋ですけども、うん、はい、これがですね、ちゃんと水面の下まで作ってあるんです。あ、なるほど、ちょっと気が利いてるね。はい、よいしょ、ちょっと待ってね、よいしょ、これだから相当首の辺りが、そうですね、こういう形ですね、はい、あ、こっちだと反映しないな、お、来た、来た、来た、こういう形ですね、こんなポイントあるんですね、はい、十分分かってました、ね、はい、そう、一応ちゃんとね、見せとこうと思って、はい、ね、他にもいっぱい作りますということで、はい、おっと、はい、はいはい、ね、こういう戦艦の付箋、はいはい、かっこいいですよね、はい、うん、ウォーターラインシリーズなんで当然下はこういう風にやったー、ね、スイッチウォーターね、はい、こうなりますし、いいですね、おしゃれですね、ね、だとこういうのも作りましたと。お、これはネッシーに見えますね、ね、はいはい、これが実は、はい、あのネッシー実はカワウソが水中に潜る瞬間の尻尾がそう見えた説付箋っていう、はいはい、昭和のあるあるですこれね、はい、もう今40代以上もう号泣の感じですよね。こういう風な感じで文房具を作ってるわけです。なるほど、はい、これはパクリじゃないですね。パクリじゃない、はい、ね、インスパイア、インスパイアします、はいはい、というわけで、まあ、こんな感じでちょっと今回見てていただきましょう。こういう感じでいくんだ、はい、ずっとこのテンションです諦めろ、はい、ね、じゃあ次、ね、まあ怖い、お前をペンにしてやろう、ね、もうモノマネすら諦めましたけども、うん、我々文房具関係者によく見られるとある症状っていうのがあるんですね。ありますね、はい、例えばこういう、ね、ね、まあ、お土産物屋さんとか、はいはい、民芸的なお箸専門のお店とかありますよね。こういう
箸のような細長いもの全てがペンに見えるっていう、大体そうですよね、ありますよね。あの要はデジカメなんかの顔認識機能みたいなのをオンにすると、あの顔をパッと見つけて枠入るじゃないですか、うん、あのペン認識機能みたいな感じに見えてるっていう、あるあるある、うん、あ真ん中画材屋かなって、そうそう、ね、真ん中モノ100だったよね、そうそう、そう見えるよね、見える見える、そうだから具体的には大体長さ150ミリ前後、はい、太さ10ミリから15ミリ、はい、またそれに準じて幅の比率が15対1、なるほど、長さ幅が、ね、15対1、鉛筆比です ね、はい、あるいはもう細長いもの全部ペンに見えるという病気です、まあ、あるいは、はい、もうこれ病理の話です、そうです ね、はい、ね、でじゃあどうすればいいのかというと、いっそペンに見えたものを実際に全部ペンにしてやればいいんじゃないかという、逆転の発想です ね、あのカウンセリング的な話になってます ね今これは、クランケですね、はい、というわけで具体例を挙げていきますと、まあ、こういうものですね、うん、先ほども箸出ましたけども、うん、はい、ね、まず出た、はい、箸にドリルで穴開けます、ドリルは重要、ね、電動ドリルはね、うん、文房具作る人は持ってた方がいいですよね、うん、はい、で開いた穴にこのボールペンのリフィルをグッと差し込みまして、はい、口金かぶせれば完成です、どこに出しても恥ずかしくないペンですね、ペンですよ、はい、ね、こうやって食卓にそっとペンを添えるみたいなこれは可愛いですね、ね、うん、割といいでしょ、うんうん、ご飯食べてる時に思いつくことありますもんね、そうそうそう、うん、でまあ、こんな感じで食べてるじゃないですか、自然、自然、もう完全に溶け込んでますよね、うん、ほら、でまあまあこういう風にパッと外して食べてすぐに忘れないうちにその食事の内容をメモすることはまずできる、ライフログですよ、レコーディングダイエットとか、でまあちょっと間違えちゃった、あメンチカツじゃなかった、コロッケだったっていうのは赤ペンで、ね、なんで箸が2本あるかっていうと黒と赤が必要だからって、ね、うん、はい、ですとか、まあ、例えば次おやつにはところてんいただきましょうと、ね、いやご飯食べた後ですか、まあ、おやつもいるじゃないですか、俺が間違ってた、はい、ね、こういう感じで分かりますかね目が一緒泳ぎましたけど、ここですね、それはペンだわ、ね、まあ、ところてん付きペンならおやつの内容もすぐに、そうです、ね、ところてん付きペンってえなんかおかしい、ところてん付きのペンだから、うん、ゴロが、うん、まあ間違ってないからいいんじゃないのかな、ね、はい、こういうこともできます、はいはいはい、ね、でさらにバールのようなものペンふわっとしてますね両方、はい、うん、であのまあ犯行に使われた時はバールのようなものだし、でも正確にはペンだしっていう、ね、実際にバールのようなペンです、でまあこうやって使った後はですね、ちゃんと今日の釘は引き抜きにくかったというような情報もメモしておける、早口言葉ライフログメメントモリみたいな人、あの何でも記憶が消えちゃうから刻んどかないとダメな人、翌日用にメモしておく人います、ね、はい、この瞬間だけペンのようなものだよね、まあまあペンですよ、ペンのようなものじゃなくてペンだよ、ペンか、ペンとして作ったんだから、はい、バールのようなものだけどペン、そうペンっていう、はいはいはい、そういうことですね、まあ、他にもですね、まあ、こういう時は、はい、ね、クイペンっていう、あそっちかもうね、クイにどこにペン先がっていう、そうですね、だいたいこのゴム版の方かなとかいろいろと探すんですけども、うん、実はクイの方だったっていう、打ち込んじゃう方なのか、そう、ただ、はい、これちょっと失敗しました、あの打ち込んだんで、うん、結果としてまあクイはペンにしない方が良かったねっていう、口金もどっか埋まっちゃったしリフィルは折れたしっていう、意外ですね、ね、庭に埋めといて、うん、いざという時に抜いて使うってこと？まあそうかな。うん、ごめん、これに関してね、うん、使い道考えてなかったや。ライフログも減ったくれもなかったよね。うん、あの杭がペンに見えたから使ったっていう。うん、もう見えたものは何でもペンにする。だからホームセンターで杭がいっぱい売ってたんで、あ、これはペンだと思って。うん、山があったから登る的なこと。そうですそうです。庭、うん、に杭がずらーっと並んでて、うん、あの紙があったらパッと取ってパッと抜いてを書き抜いてを書きってわけじゃない。それでもいいよ、それでもいいよ、あのタコさんがそういう病気の人なら別に構わないよ、これでもペン型っていう名前です、はい、ペンフもう あらゆるものそうペンフ、ね、上位クイーンですね、はい、あとね筆ペンっていう一瞬まだって戻ってきた感じ、はい、ね、でまあまあちょっとこっからの延長線上なんですけども、はい、ケース3としまして、はい、あのペンに最適なパン調べという学術調査もいたしまして、何を言ってるんだろう、まずきっかけとしましては、うん、はい、ペンとパン五感が似てるっていう気づきですよね、気づき、気づき、あ、気づきね、気づきを得たわけだ、うん、ね、そう、はい、でポイントとしましては、
ペンを筆箱に入れ忘れて、うん、リフィルしか入ってないよと筆箱の中に。我々文房具マニアたまにあります。ああのリフィルは替えで常に入ってるんだけど、替え芯は持ってるけど本体を持ってき忘れた、うん、本体はちょっと別のところで書いて置き忘れちゃった、はいはい、あリフィルしかないやばい、うんね、でもお弁当のパンがあれば大丈夫だ、あなるほどっていう便利さがここにあるわけです、はい、まあ、具体的にまあちょっと工作内容を見ていきますと、はい、またこれはドリルですね。ドリルは本当に便利だね。本当文房具作る人はドリルあった方がいい、はい、気づきですね、まあ、こういう感じです、ね、思ったより深くなった、はい、肩まで入ってます ね、 ね、 ね、まあ、まあ出来上がりがこんな感じです。出来上がりどっちが出来上がり。あ、そっか、そう、でもここを見ていただくとほら、なるほど、ね、なるほど、はい、芯が入ってない、ね、ちゃんとあります、あります、ね、こっちはあの芯抜いた後ですね、空っぽ、魂が抜けたやつ、はい、でまあ、使うとこんな感じなんですけども。、うん、そう、自然で、これがどれだけ優れているのか、うん、もしくはいろんなパン売ってますよね、パン屋さんに。ありますね。どのパンがペンにベストなのかというのをいろいろとちょっと調査しましたと。例えばですね、バゲットはこんな感じです。ダイアグラムでこう握りやすさ、汚れにくさ、フィット感、書きやすさ、頑丈さというのでそれぞれ評価しております。はい、ちょっとやっぱ痕跡がありますもんね。そうですね、あの要はバゲットの皮のカスですね、はい、あれがやっぱ散るんで、ね、ちょっと汚れる、うん、であと太いんで握りにくい、うん、フィット感はない、うん、やっぱねバランスが後ろに来ちゃうんで書きにくい、はい、でも頑丈さだけはあるっていう評価です、うんうんうん、ちなみに参考までにですね、普通のボールペンはこうです。あ、もうフルマークですね。はい。まあ、要素を満たして、ね、ここに近づけば OK。そうです、うん、まあ、こう見ると普通のボールペンってすごくよくできてるなっていう、できてるね、ね、はい、まあ、ともかくこのバゲットボールペンを基準にさまざまなペンで書きやすさを調査しました、うん、はい、ね、ちょっとランキング形式でお伝えしましょう、ね、まず第6位、はい、ね、7個調べました今回。6位なんで、ワースト2ですこれはね。はい、はい、メロンパンボールペン、なるほど、ね、これがね、うん、持ちにくいやっぱり。なるほど、あの砂糖がジャリジャリして気持ち悪いし指がベタつく、はい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 、意外だ ね、でもまあ可愛さはあるっていう、確かに、ね、うん、ただ書いてみると知るねっていう。、うん、あ、ちなみにあの今回使ったパンは全てあのスタッフというか私が美味しくいただきましたので、ご心配なくということですね、はい、ね、まあとりあえずこんな感じです、うん、はい、でそれより若干マシなものとして、うんうん、三色ペン、おこれ三色ペン、三色パンボールペンですね。三色ボールペンですね、はい、もうこれ機能的ですよね。全くです。なるほど、はい、もうあんこクリームでジャムか、ジャムが入ってて、うん、ちゃんとペンの色も3色っていう、ゴマ、うん、はいはい、ね、が落ちてます、ね、ゴマそうでね、ちょっとやっぱ頑丈さとかは足りないんですよ。なんですけど、なんですけどもやっぱメロンパンよりは3色使える機能性、うん、機能ね、うん、まあ、こんな感じで持ってば3色ちゃんと使えますんで、その辺を評価してメロンパンよりは良くしました。納得納得、はい、ちょっとえらい武器っぽい感じになっちゃうけど ね、 ね、あの投げるとこうヒュンヒュンヒュンって回転して刺さるやつみたいな、はい、ね、ハンドスピナーみたいな、ね、ハンドスピナーもう勢いだけで押し切ろうとしてるのバレてますかね、そろそろ大丈夫かな、はい、第4位、はい、こっからはねだいぶペンとしての機能性も上がってきます、うん、はい、ナイスティックボールペン、ナイス僕らのナイスティック、はい、美味しいですよね、カロリー1000超えの大物ですよ、うん、はい、はい、でこれで書いてみたんですが、うん、もろい、あナイスティックボッキリ折れ削り出すとこんな感じで断筆ができるわけです。断筆ね、断蜜っぽくて色っぽいっていう名前も、はいはい、素晴らしい感じです。はい、書きにくいだろうねこれ。まあでもある意味あの初期の鉛筆っぽい。そうです、鉛筆の元祖っぽいですね、元祖っぽいね、ね、木の板で挟んで作ったっていう、はいはいはい、ね、あとは軽い、うん、あ、なるほど、鉛筆よりだいぶ軽いですよね、うん、中空なんで、あ、軽いか、はい、そういう意味ではメリットがある、はい、はい、じゃあ次、まだ、まだ行きます。まだ離さない、うん、はい、三角巾を進化させる、はい、実はですね、うん、あの先日というかこの5月に右肩の骨を折りまして全治2ヶ月という、うん、ようやくあの医者から治ったねと、もう骨ついたねと言われたばっかりでございまして、はい、まあ、折ったばっかりの時はこんな感じで、うん、なんですけども、うん、あの三角筋でこう腕つってる生活中にですね、うん、
ここ持ってねえなっていうのはちょっと気になったんですね。なるほど。ここ、うん、ガラ空きですね。確かに空き地なんですよ、うん、空き地。確かにここを再開発しないともったいないなと、うんうん、いうことでですね、ちょっと開発しました、うん、おっと、ね、うん、布用ボンドというのがいっぱい出てまして、うん、はい、でこれはですね、布に塗って貼り付けて、はい、アイロンがけすると、うん、あの実用強度になって洗濯にも耐えられるっていう、結構ガッチリつきますよね。そうなんです、うん、ただあの右手の骨が折れてるとアイロンがけは大変だったなっていう気づきはあります。気づき大事、はい、これも気づきですね、うん、はい、で、まあ、こういう感じでやっていきまして完成、これが完成形なんですけども、うん、実際使ってみますと、うん、このやったこういう形これは宇宙空間も行けそうですね。ねえ、全然どこでも行けますよね、うん、もうこれで無人島は余裕でクリアっていう感じで、はい、まあ、ペンポケットが3本あり、うん、消しゴム、テープのり、ハサミ、うん、ね、しかも中にはですね、札入れと印鑑ポケットまである、シークレットポケット、うん、はい、実際にこう三角巾してるとですね、うん、宅急便のお届けなんかが来た時に、うん、とっさに印鑑をですね、こう右手でだ、あの取り上げようとして、うん、あ、ダメだダメだみたいな、こうすごいバタバタしちゃうんですけど、うん、ここにあると分かってれば全然安心、うん、なるほど、ね、ただちょっと失敗したのはですね、うん、重いんです4000g 超、うん、整備重量で 400g 超えちゃうんで、首の後ろ超痛くなってきます、はい、なるほど、トレードオフです ね、うん、その辺はちょっと難しいと思う、うん、はい、なんでこの辺は今後の課題でございます、軽量化は、はい、はい、よし、じゃあいよいよ最後、 お疲れ様でございます。摩擦で消えるペン、はい、うん、いわゆるフリクションボールというのも皆さん当然ご存知、あ、うん、そうですね、ですよね、はい、摩擦で消えるボールペン、はいはいはい、世界で累計10億本売れてるんですよ、あれ、はいはいはい、10億本もう超えてるよね、特に超えてるね、うん、去年か一昨年ぐらいで超えた、うんうん、ここも改めて説明しませんだからね、うん、ね、しません、うん、ね、まあちょっと今消えるボールペン2種類ちょっと出してますけども、はい、うん、はい、まあきっかけとしては10億本を俺も売りてえっていう、もちろん、なるほど、ね、うん、儲けたい、うんうん、男たるもの、ね、うん、でということで、まずライバルを研究するのは大事ですよね。あ、もちろん、はい、じゃあフリクションボールが消える仕組みというのはどういうものかというと、はいはい、まず摩擦で熱が発生します、はい、そうするとインクが熱で透明化します、はい、うん、そうすると筆跡が消えたように見える、はい、この部分ですね、基礎中の基礎だから、そうですね、はい、つまりフリクション消えてねえじゃん、うん、インクが透明になるだけで消えたように見えてるだけなんです。インクは残ってるわね、そう、うん、それ嘘じゃんと、嘘、うん、ね、うん、じゃあ摩擦で本当に消えるペンを作れば、うん、もっとヒットするはず。なるほど、騙さない、うん、本当に摩擦で消えるペンっていう理由をすれば、はいはい、ね、というわけで材料です、はい、完全に工具です、はい、完全に工具、みんなやつは工具じゃなくて材料、ね、材料です、はいはい、ね、まずペンの小切り切ります暗黒、はい、ね、でホットボンドでルーターと切ったペンを合体させます。ひどいね、ホットボンドあれば大体大丈夫です。大体、ね、どんな悪いこともね、完成です早雑雑ね、はい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 、じゃあ、あ、しまった、文字間違えちゃったっていう時がありましたと、うん、はいはいはい、ね、そういう時ちょっと動画で見ていただきましょう。間違えちゃった字を、まね、音が出ないな、まあいいや、うん、ほら摩擦で超消えてます。やめてあげて、やめてあげて、ギャンギャンやってる、あ、あね、消えた消えた消えた、この世から消えとるか、摩擦の力で粉々に消去完了です、ね、これ売れるよね、うん、フリクションより消えてるもん、色が変わってるように見えますけど、まあ気のせいなんです、うん、まあちょっと下地的なもんはね、下地で、あとですね、ちょっと一つだけささやかな欠点なんですけども、はい、ぼーっとしながら消してるとノートの下まで貫通しちゃうっていう深くいきましたねこれ、ね、なんで電動工具使う際は気をつけましょうっていう、はいはい、下敷きが必要ですね、ね、というわけでこんな文房具工作記事も載ってて、あとはタコさんに、古川さんも実は連載をいただいている文房具コラムメディア、はい、森市文具概論という、はい、これ私が編集長やってるんですけども、はいはい、京橋にある森市という文房具店の、うん、ホームページでございます、はい、こちらも、よろしくお願いいたしますということで終わりでございます。はい、ありがとうございました。はい、さあ、さあ、
からがね、あの今のでカロリー高いなと思ったら大間違いなんですよあの胃もたれすんなこっからなんですから、はい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 、ね。去年でしたけど、一昨年でしたっけね、その文豪がプレゼンした時に、はい、まあ、コメントの一つの名ゼリフ、名コメントの一つに、あの、はい、王は疑り深い、はい、王は疑っているっていうフレーズが ねよく出てたんですね、はい、まあ、徹底的に王は、ね、俺のとこ来ちゃってる、もう一回でしょ、はい、王は徹底的にやっぱね、進化といえども、そうですね、文豪といえども疑ってかかる、うん、忠誠を問いがちですからね、文豪、ね、文豪に徹底的に思想調査的なことをするというね、ちょっと様怖いですね。それで今日はね、王のね、はい、忠誠心を試す、はい、忠誠心、はい、忠誠心を試す、はい、じゃあはい、ということでですね、はい、今回はですね、まあやっぱりまあ、文房具いろいろですけれども、うん、まあ表から見るだけではちょっとね、わからない、やっぱりね、これが本物の金かどうかっていうのは水に沈めてみないとわからないっていうところがあるわけじゃないですか、はい、魔女かどうかも沈めてみないとわからない的な、まあそういうのもあったりしますんで、まあやっぱり文房具の中をまあ見たいなというのがありまして、うん、でまあいろいろやってるとですね、まあね、中どうなってるんだろうって気になるものありますよね、うん、すごい機能があるんだけども、なんでそうなるか分かんないみたいなところをですね、うん、まあ、掘っていくのをどうしようかということでですね、それを延々やってきたこのですね、うん、まあ、私のいろいろ紹介したいなと思います、うん、で、まあ、ちょっと今日は理屈っぽい話になります。ですね、まあ、例えばこのジェットストリームプライムっていうボールペンですね、ジェットストリームといえばですね、まあ、我々やってる OKB48 っていうね、うん、ボールペンの選挙でもですね、うん、まあ、本当にもう揺ることのない1位をずっと続けているですね、うんうんうん、まあ、超書きやすいボールペンなんですけど、それのプライムっていう、ね、高級版がですね、うん、数年前に出たわけですよ、うん、でこの3000円とかするやつですよね。そうなんですよ、うんうん、でこの高級版がすごいすごいっつって、うん、まあ、出てるんですけども、うん、でまあまあ、いろいろ買ってみたんですね。で買ってみたんですけど、やっぱねすごいんですよ、うん、まあ、もちろん書き味がいいのはもちろんなんですけど、ボディがですね、まあ、メタルでできてるんですけれども、うん、使ってみるとですね、うん、なんか全然使い心地が違うぞと思ったんですけども、うん、それがですね、このね、特に気になるのがですね、うん、この青い石ではなくて、その横についてるですね、このノックの部分なんですよね、ここですね、その、はい、はいはいはい、そこのスライド感がですね、うん、まあ、三菱の人はですね、高級車のドアとかなんとかいろんなことを言ってますけれども、うん、まあ、なんですかね、開閉した時の感じが全然違うと、うん、開閉とか要は押し込んだ時の感じが全然違う、うんうんうん、これは何だと思いましてですね、まあ、これ普通のボールペンの場合はどうなるかというと、普通のボールペンってこうカチッと押すとですね、これ引っ込んだの分かります？ペン先のこの突起の部分があるね、そうそうそう、ノックするところっていうのが、まあ、ボディの中に沈み込んじゃうんですよね、うん、で沈み込んで中に入っていて、他の色にするときはその沈み込んでるのを違う方向から押し出して、うん、まあ、代わりに、まあ、こう押し込むっていうことでですね、違う色に変わるんですけれども、はい、っていうものになってるんで、まあ、そういうものなんですが、このジェットストリームプライムはですね、ここのところがシャッてやるとですね、うん、沈んでない、うん、沈まないんですね、まるっきり横移動するんですよね、シャッてね、でこれなんかすごいぞっていうことになってですね、うん、まあ、こう開けて周りから見るとですね、うん、やっぱ中に入ってるものもなんか違うぞと、何かありますね、なんかそこになんか斜めになんか切れてるじゃないですか、うん、これ気になる、うん、でまあということになってみるとですね、やっぱどうしても中が見たいわけですね、うん、でまあこうやってまあ、まあ分解していくわけですけれども、でこうやって外したんですけども、これねキャップはね、もうクリップ止めてあるだけで、本体の部分はですね、そこから先がですね、まあ分解するのが本当大変なんですけども、これ頑張って分解していくとですね、中からこんなものが出てきました。おうっていうのが、まあここですね、ここの部分が他のボールペンにはない、であと真ん中のね、軸の部分もなんかメタルのすごいね、ピストンみたいなのが出てくるわけですよ、なんかトランペットのピストンみたいなのが出てきまして、ね、ここですね、特にこのパーツなんじゃらっていう話なんですけれども、これね、回転子というね、部品が入っていて、これを中心になんか3つのパーツが回っているということでですね、このパーツどう動いてるのかっていうのをですね、まあ、ちょっとですね、調べてみたわけです。で今回はですね、ちょっとですね、これの動画を僕が作るのが下手だったもんですから、ちょっとですね、今回は、これをこっちに持ってくればいいのかな、ビビッと、あ、これでタタッと、分解値っていうホルダー名がやばい、分解値ってね、はい、でこれで見れるかな、はい、
こんな感じです。はい、すいません、あの動画がですね、なんかあれだったのでコマ撮りみたいなものをですね、うん、1個ずつ絵を描きました。で、うん、はい、でこれなんですけども、これあの3つある部分の真ん中の軸を横に展開したものだと思ってください。で、いや、それぞれがノックなわけですね。そうです、あの緑色の枠がノックで、ノックにその緑の濃いところの、あの、まあ、ちょっと時が出てると、はいはいはい、で本体に入っていて、さっきのあのくるくる回る回転子、真ん中にあったやつがそのグレーのやつですね、はい、になってます、うん、でこれがどういう働きをしているのかというとですね、でこっからがこうペンのリフィルになっていくわけですね。そうです、はい、はい、になってます、黄色の部分が、はい、これをですねこうやって押していくんですけれども、あ、これがここでいいのかな、あ、違う、なんかすいませんね、よよと、でこれをですね押していくとですね、このあの真ん中のやつをとりあえず押したとするじゃないですか、うん、そうするとここで回転子で当たります。で当たると回転子がずれます。でずれてそのまままっすぐこう芯が出てきますよと、うん、で芯が出終わったら回転子が元に戻ります。でここで止まります、はいはい、なるほど。でこうやって1本出るの分かるじゃないですか、うん、じゃ次の色出すときどうするかというと、次の色横から押していきます。押していくと、うん、今度また回転子が動くんですね、うん、で動いていってここまで来ると、下に出てた1色目の色が支えがなくなるんですね、うん、でなくなってシュッて戻って入れ替わるとっていうこと でまたここに引っかかる。あ、でもう一本違う方はもう一本のやつを出そうとするとこんな風になって、また今度はね反対側にずれるんですよ。で反対にずれてこうシュ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 と出てきて入れ替わるっていうね、この入れ替わりをあの真ん中の軸の回転でやっていると。え、これ考えた人はあのノーベル多色ボールペン賞とかもらった？あ、そうか、もらってない、ね、ノーベル多色ボールペン賞ができたら多分間違いなく取れると思うんですけど、うん、まあ、むしろなんかこれあれですよね、あの鉄道関係の人なんじゃないかって思うような、なんかこのね入れ替わり方がちょっと面白いんですけども、でだ、でよいしょ、はい、続きにピッと戻ると、でこれなんですけれども、そんな感じになってる、うん、なるほどすげえと思って、うん、これはすごいなと思ってたんですけど、他にもすごいやつがあるぞっていうことがいろいろ見てたら分かってきたんですね、うん、で これね、ノーベル、多色ボールペン賞が与えられるとすると、うん、今度ね、いや、ノーベル単色ボールペン賞を与えられるべきものがある。おーおーラミーノトっていうんですけども、はいはいはい、これ、ね、ノト日本人のですね、デザイナーが、まあ、この側はデザインしているんですけど、中の部分がちょっと変なボールペンで、これですね、ラミーのボールペンなんですけども、これ横から見るとこんな感じなんですけど、これ断面がですね、ちょっとおにぎり型の三角になっていて、うん、ノックがなんか平たいんですね、わかりますかね、この上から見ると横にね、幅があるんですけど、横から見ると薄いんですよ、うん、だから楕円のノックになっていて、これをノックするんですけど、うん、このノックすごいのはほとんど音がしないんですよ、はい、なんで、まあ、結構ね、放送関係の人なんかも、はい、愛用者がいるっていうぐらいのことなんですけども、うん、押した時にラジオ関係のスタッフとかにこのペンを触れるのすることはありますね、うん、ノックとかしないからいいよっつって、うん、今までだったらね、だいたいカチッっていう音がするじゃないですか、うん、カチッが気持ちいいっていう人もいるんだけど、うん、やっぱちょっと会議中うるさいなとかいう人に、うん、このノックなんですけど、これなんで音がしないのかなと思って、これも分解してみたら、中から出てきたのがちょっと目を疑うようなものが出てきました。これなんだこれっていう、なんだこれ、ですね、中にですね、まあ、人炭サイズのですね、うん、ちっちゃな鉄球とですね、うん、あとはですね、このプラスチックのね、側なんですけども、そこにですね、うん、変な形の溝が掘ってあるんですよ。なんか鉄球転がしゲーム的な溝が。的なですよね、うん。これ転がりそうですよね。うん、じゃあどうやってことで、反対側にはこれが、まあ、下半分じゃないですか、うん、で鉄球が乗ってて、反対側のパーツには横方向に溝が掘ってる、ここにありますね。そうなんですよ、はいはいはい、そうするとこれはだからこっちはなんか転がれそうじゃないですか、うん、でもこっちは横にしか動けないじゃないですか、うん、その2枚に挟まれてるんですよ、うん、でこれどういうことだっていうことで、またですね、うん、ですね、ここにですね、2っていうの分解2が分解2がすいません、本当にね、ちゃんと動画勉強します、今度。よいしょよいしょ、はい、分解2っていうのがですね、あ、2来た来た、はい、はい、2っていうのがありまして、うん、はい、こんな感じです、うん、でですね、よこんな感じでですね、はい、はい、こんなものが、板があります、うん、でさっきの銀色の板がこのブルーのとこ、水色のとこですね、うん、で上にかぶさってた黒いところは横溝だけなので、緑色の横棒があります、そうですね、この赤い玉は、
緑側は動かないので横にしか動けません。で、うん、上の板がスライドします、うん、そうするとどうなるかというとこの板がスライドします、うん、でスライドしていくとノックを押し込んでる状態ですよね。そうですそうです、うん、だからノックを押し始めると、うん、このこうやって動いていきますよね、うん、でここまで来ると、ノックの溝が斜めにいってるので、はい、斜めに移動します。ーボールも、ね、で上に上がっていきます、うんうん、でまた戻されてここに行きます。でここでカチッて止まっちゃいます、うん、これノック押し切ったとこですね、うん、でカチンって押した時ってノックって若干戻りますよね、はい、でバネで戻るんですけど戻る時にこう戻ってきたんですよ、うん、さっき来た道とは違う方向に行くんですよ。わかります？あのこっから元に戻れないんですよ、うん、あのこのまままっすぐ行っちゃうんです ね、 そうですね。でここで壁に当たってまた斜めに行くじゃないですか、うん、でこれでカチンで戻るんですよ、はいはい、なのでワンノックした時に一番後ろまで下がって今度ここまで戻ってくるんですね、うん、これでノック。そうか、だからこのボールが今行き止まりに来てるからロックがかかってる。ロックがかかってる、今止まってるんですね、うんうん、でこれでかけます、うん、ね、あの若干あの水色の板が最初よりも下に降りてるんで、うん、ペン先出てる状態ですね、うんうん、で今度もう一回引っ込めたいときはまた後ろのノックを押すじゃないですか、はい、押すとどうなるかっていうと押すとこっちに動くんですね、うん、でまたここからこっちに行くじゃないですか、はい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 、で後ろにカチッて当たるので、うん、手離しますよね、はい、手離すとまたこれが戻っていく、バネの力で行くとこまで行く、戻っていって、うん、でここからこうやって戻ってくるので、で最初の位置に振り出しに戻るわけです、はいはい、なんでこれで2ノックなんですよ。そもそもじゃあこれでなんで音がしないの？あ、だから転がってるだけで、うん、その中で要はあれですね、あのカチンって止まるやつってバネで行き過ぎたのが、うん、もう一回戻ってくるときにパンって当たるので、はいはいはい、それが起こらないのでほぼ、うんうん、なので転がってるだけなんでほとんど音がしないって。なるほど、これがまたすごい。でもこれなんかね、昔 A 列車で行こうとかそういうゲームにハマった人だったらちょっとわかると思うんですけど、はいはいはい、自動でね、回す回路を作るっていうのがあって、うんね、これ鉄道なんかでよくねゲームなんかでやるやつなんですけども、うんはい、そんなことができますよと、うん、こうやってですね回しているというのがわかったわけです、うん、なるほどっていうね。あでこれで機構を持ってるのってこうラミンのノートだったらラミンのノート以外ないですよね。あんまり見ないですけど、うん、でも全然ないのかどうなのかはちょっとね分かんないですけど、まあはいはい、ただこれやっぱり作るのも難しいし、うん、やっぱり組み立てとかね、うん、いろんなのを考えたら、うんまあ、今の他 の、まあその特に意味がなければこれで作る必要がないので、うんまあ、普通のノックの方が安く作れるんで、うんね、だってバネとプラスチックのロックピンだけで済んじゃうわけですからね、うん、この機構が、うんうん、これあれですよね、こうボール置いといてちゃんと綺麗に挟んで、うん、ちゃんと動くことを確認しないといけないのでこれ組み立てめんどくさいと思うんですよね、うんうん、なので、まあ、そんなんですけどその代わりこれはだから他にはないものすごい静かな動作性能なんかあるんですよね、うんうん、なのであなるほど全然違うやということで、うん、開けてみると全く違うものがボールペンの中にも潜んでいると、うん、ということなんですよ。これは王も満足ですね、うん、なんでこういうの開いてみると面白いじゃないですか、うん、なんでまあいろいろ行くんですけども、うん、でまあこれがまあありましたと、うん、ね、他にもいろいろとあります、うん、でまあ王になってたのでまあこれちょっとあれなんですけど、まあ、即位したのでおーなんでね、うん、時々ちょっとねあれなんですね、このもうデルガードさっきねタコさんの説明があったので、うん、まあ省略しますけどデルガードってこうやって押すとね、うん、まあ芯がこう筆圧をかけると芯が戻るとか、うん、まあこのガードが出てくるとか機能があるわけですけども、うん、まあこれもやっぱりですね、まあこれでも先端透明なんで、うん、なんとなく動いてるなっていうのは分かるんですけど、うん、王としては周りの人たちに知らせたいわけですよ、うん、あこの事実をこの事実を知らせたいわけです、はいはいはい、でいつもです僕店頭で実演販売するんですけど、うん、どうしても物が小さいんで、まあ、みんな集まってくださいって言ってここでくくってやってほら先端が動いてるっていうのをやらなきゃいけないわけですよ、うん、それが困ったなっていうことを言ってたらですね、これはですねちょっとさすがに、うん、王の職ね、王なんでということですね、これですね、はい、王なんでってどういうこと？ごめん、ですね、これいろいろあってですね、いろんないろんなちょっと事情がありまして、裏ルートのブラックマーケット的なものを使いまして、何かしらの力が働いてですね、これあれですね、ゼブラさんに作ってもらいました、はい、作ってもらったの、はい、実演販売の時に見せるように作ってもらってお借りしてます、もともと持ってたんじゃなくて、ね、はい、こうかな、うん、でこれがですね、うん、なのでここに当たってですねピント合うかな、うん、はい、こうやって押すとほらこれで、うん、まずこれ2つもうちょっと引きでもうちょっと引きもうちょっとそのぐらいですね、うん、で
バネが2つあってこうやってまっすぐ押した時には後ろのバネが引っ込んでるんですね、うんうんうん、でこう先端が芯が引っ込むよっていうのと、うん、あとこう斜めになって押した時には、これちょっとあの分かりにくいんですけど ここですねここほら、先端がこのガイドに当たってスライドするよと、うんうん、このねこの縁の部分とここの斜面が当たってこうスライドして前に出るよっていうのを説明するようにですねこの大きいのを作ってもらいました、うんうんでそうなんですよ、はい、すごいなすごいでこれで説明しやすくなったなと思ったら、うん、さっきありました、うん、デルイレーサーっていうのが出たんですよこのイレーサーがこの消しゴムがそんなデルガーディー新規のデルイレーサーを採用、ねはいはい、でこ あのひっくり返すと消しゴムが出てくるんですよ、ね、消しゴムが出てほら出る止まるっていうねこれでも後ろのイレーサーのところは不透明なんで中見えないんですよ、うんうんうん、これも知らせたいって言ったらですね、これはですね、うん、あのこれもあれですねちょっと小さめのものが、はい、ちょっとこれはあの、うんうん、デルイレーサー機構ですね、うんうん、これあのこうカットモデルになってるんであれなんですけど、うんうん、ここにですね見えますかね赤い玉が入ってるね入ってるこのボールが肝なんですけれども、うん、でこれ実はこうやって動くようになってるんですけれども、うんこっちが消しゴムが上になってる時にはこう自重で下がってるのでこれ今通常に書いてる状態だと思ってますこのペン先が下にあるこの先に下にペンがあります、うんはい、で書きますで消しゴム出したいなと思ってひっくり返しますそうするとシャコンってなって、うん、わかりますかこれあのこの黒いのがまず出てきます、うん、で出てきた後にこの銀色の重しがですね、うんうんよポコッと降りてくるんですね、はいうん、でこの銀色の重しが落ちる前はここにボールが入ってるので、うん、赤いボールは上がったり下がったりできるんでこう通過できるんですけど、うん、銀色のやつがシャコッと降りてくると、うん、これでカバーされてしまうのでこれで動かなくなるよと、うん、ボールとこの消しゴムの入ってるこの黒いパーツを銀色のカバーを押さえつけちゃう、そう押さえつけちゃうのでボールが外に飛び出せなくなるので、これでできない。でこの銀色のやつがちょっと重たいので、うん重力でこう下がってくると。でまたひっくり返すとこの銀色のやつが先に重たいので下がりますと。下がるとボールが逃げられるようになるのでこれがシャンと下がるよということで、うん、これでこう出し入れが、うんオートマチックにできて、うん、しかも、出した時にはこう当たっても、うん大丈夫という風になってますよと、うん、いう機構なんですねっていうのを、うんまあ、説明するためだけにこれ だいぶ大変だったと思うんですけれども、作っていただいて王の力により作らせたってやばいね、はい、あのちょっとですね、まあ、あれですね、うん、オートもなるとですね時々そういうものがですね手元に来たりガチで怖いやつだなこいつ、うん、でそんなのがいろいろありましたでこれね今消しゴム出てきて止まる機構ありましたよね、うん、これ似ているのが、うん、こういうのが出たんですねさっきあった消せるボールペンの、うん、これは三菱が出した、うん消せるボールペン RE っていうんですけれども、はいはい、ユニボール RE って言って、はいまあ、フリクションね今まで一強だったところにですね、うん、三菱から出てきたやつなんですけどこれのすごいところは、うんまあ、フリクションは後ろにラバーがずっと出てるんですけれどもこれキャップをかぶっていましてでひっくり返すとなんか消せるんですけどこれあれなんですねフリクションはサイドノックなのでもともと引っ込まないようにできてるんですけどこれ普通に書くとき後ろのノックなんで、うんうんそうですね、フリクションはペン先出すときにクリップ部分をノックするサイドノック方式です、うんはい、なんですけど、この RE は後ろの普通にボタンとしてこの消すやつをね消しゴム部分を押しちゃうんですね、うん、ってことはひっくり返して消そうとした時にこれ引っ込んじゃうじゃんボタンを押しちゃうじゃんって、うん、ノックボタンを押すことになっちゃうじゃんと、うんうん、それがですね引っ込まないよっていうのがこれなんですね、うん、でこのロックされるよって書いてあるんですけど、うん、ああなるほどねと、うん、はい、うん、さっき見ましたよね、うん、消しゴムが引っ込まないっていうのはあるじゃないですか、うん、なるほどああいう仕掛けかと思ったら違うんです、うん、違うでこの違うのを僕は自分家でねこの RE をですね丸のこで割ってですねだから見たんですけど皆さんにお見せするにはちょっと分かりにくいなと思ってたらですね、はい、王なんで、はい特別に透明なやつをお借りしてきましたこうなっていて中にですねこの赤いのが入っていて赤いのがやっぱ動くんですけど、はいはいはい、さっきのとは違いますねどちらかというと最初に出てきたね
あの回転子に近い形ですね、まあ、これも回転子の一種なんですけども、そんな風にこうやって引っかかって、こっちだと下向きだとノックできるんだけど、ひっくり返すと押してもノックできない、引っかかってます、回転しない、はい、でなんで引っかかるのか、これもちょっと一応図解してみました、ね、はい、こうなっていまして、でここなんですけれども、赤いところがさっきのね、あの上下に移動してた部分、でノックするパーツが上の白いやつ、ね、になってます。でこれあのボディの中でこんな風にヒューっとこうね、あの 重さで下がってくるんですか、回転子がね、なので、あ、すいませんね、回転子ってあの自重でこうやって下がってくるのでくるんと回りながら下に落ちます、そうするとこの状態だとノックパーツはノック自由にできます、これが普通の状態ですね、でこれを本体を、まあ、こうやってひっくりできるんですけれども、これを、ひっくり返します、ね、でひっくり返すと今度は回転子が自重で落ちてきます、で落ちてくるとここでスルスルと滑って引くあの下に降りてくるんですけど、今度はノックパーツの中に埋まっちゃったので、これ上に押そうと思っても引っかかって押せないんですよ。超当たない。なるほどね。なんでここでロックされてますよという仕組みなんですね。なるほどね、こうやってロックするんだなって、なるほど、わかり、ね、あの面白いなと思ったんですが、待てよと、でもこれあのね、ボールペンって普通ノックした時に止めるものがやっぱり中にこんなやつ入ってるじゃんと思ったんですね、あれどこ行ったんだろうと思ったんですよ。実はこれ、ここもすごいんだけど、この RE のすごいところはさらにここですね、はい、普通のボールペンがノックするはずのところに実はノックのボタンの中になんか複雑なものが入ってるんですよ。そこですね、あのオレンジ色のパーツと白いパーツとバネとが中に隠れてる。見たことないよね。で普通のボールペンでは、まあ、あの本来もっと大きいものが外に出ているはずのものが、こんなちっちゃいパーツに実は圧縮されて、どういうこと、要はノックしてカチッて止まる機構はやっぱりいるんですね、なので、普通に書いた時に芯を出し入れする機構とそのラバーを止める機構っていうのが別々にいるんです。でさっき説明したのはラバーを止める機構なんだけど、でもそれとは別に芯を出し入れする機構がいるじゃんって思ったら、こんなちっちゃくなって本体の中に隠れてるんですね。これは芯の出し入れに関わる部品、関わる部品なんですよ。なるほど、ね、でこれだからね、あのゼブラさんのとこで行くとさっきみたいな方法を使うんだけど、三菱はこのやり方なんですよ。であくまでそこにはあの斜めにこう、ね、あのカーブが切ってあって、これあれですよね、やっぱりこう歯車みたいなものでこう引っ掛けて回すっていう回転子が入ってるわけですよ、はいはい、ね、でやっぱりさっきのと同じような仕組み、を使ってるんですけれども、一番最初 の、 ね、あのジェットストリームに近いような動きをするんですけども、これがね、で、まあ、なんでこんなちっちゃくなってるのかと、でこれってねやっぱりあの企業文化だと思うんですけれども、ね、あのクルトガで散々回してきたわけですよ、このオレンジのパーツ、はいはい、ね、これに比べたらギザギザでかいんですよ、って考えると、これはだから三菱だった、だからこういうやり方を思いつくしやれるんだなっていうことなんですね。だから普通 の、 あのやつの半分以下ぐらいの大きさでノックパーツが構成されてるんですよ。なるほどっていうね、まあ、そんなものがここに入ってる、かわいいなと思いました。っていうね、はい、でしたっていうね、開けてみるとなんかあもうあのポカーンっていう感じで、うん、はい、皆さん意味わかんなくても、はい、大丈夫です、問題ないです、はい、あの我々も結構ポカンとしてますんで、はい、あ、まあ大丈夫です、まあまあそんなこともいろいろあったりするんですけども、まあそんなのいろいろ見てると面白いじゃないですか、でまああのあれなので、でいろんなものをやっぱり分解してみると面白いのは、やっぱ例えばホッチキスなんかもやっぱすごく、まああので、まあこのね、気になる文房具が3つ買うっていうのがねありまして、ね、3つ、1つは使うよ、はい、1つは取っとくよ、はい、でもう1つは分解するよ、いや、ごめん、あの普通は不況用なんで人にあげる用なんだけど、はい、文房具は違うのね、分解するよ、分解するよ、はい、例えばこういうホッチキスなんかも半分の力で閉じられますよとか言ったら、なんで半分なのかなって気になるじゃないですか、でこうやって開けると、で開けていくとなんかこうパーツがね、こう上に乗ってるパーツがあるぞと、でまあテコの原理を使ってるんだろうなっていうことは分かるわけですが、じゃあそのテコがどうなってるかっていうと、普通のホッチキスが、まあ、力点と作用点が同じ場所にあるよとね、そこですね、あの、親指で押した時の力がもう 100% 針を押し出してるよっていうのに対して、この屋根みたいなところがですね、実はまあ
テコになっていて、まずここが下がりますと、そう下がる1の力で押したのを実は 1:8 っていう長さの比になってるので、うん、この作用点のところで8倍の力になりますよと。で文をちょっと1回戻ってくれる、はい、はいよはい、普通のだとこれが力点があって、はい、力点から支点があります。そこまでの距離が、うん、まあ、1でこっから支点から作用点ここがまた 1,、また1なので、うん、1対1なんだけど、うん、今度はこのホッチキスの場合だと1対8の長さの比なので、うん、まあ、その逆の比率になるので、要はここで押したのがここでグッと押すと、はい、ここがグッと折れるんですね。はい、そこが8倍の力で押されますよってなるわけですね、うん、でなるよと。でここが押されても針出ないので、じゃあどうなるかというと、うん、もう一個パーツがありますよと。ここを8で押したんですよね今ね、うん、でそれを今度は1対4の長さなので4分の1になっちゃうんですよ今度は、うん、力が長さが4倍になっちゃうから、ぐっと今1対8の力で押すと、うん、もっぺんテコが引いて、はい、こう来てここに来ると、そう戻すんですね、うん、はい、で、まあ、4分の1の力になるので、で都合2になるんですよね、はいはい、だから8倍にして4分の1にして結局2になるっていうことなんです。なんでこんなめんどくさいことするかっていうと、単純にあの先伸ばせばいいんですけど、伸ばすと邪魔なんで、うん、それを上に持ってきたんですね、うん、なので実はテコの原理って、まあ、逆にですね、あの力半分になる代わりに距離が2倍になるというのがありまして、はい、うん、なので移動距離2倍になってるんですね、うん、なので大きく動かしてるんですけど、まあ、普通の人が使うとあんまり気にならないよ、ね、押し込む長さが2倍になってるけども、うん、まあそんな分かんない短い距離だからね、うん、だからねっていうのがあったりとか、あとやっぱりね、それだけじゃやっぱり、倍の枚数、これね、あのホッチキス2倍の枚数閉じられるっていうのがあってですね、40枚とか片手で閉じられると、うん、何がすごいかというと針もすごいと、うん、この針はあの今までの企画だと大きい針は太かったんですね、うん、でその針を細くしましたよと、はい、3号針っていうのが、今までの3号針っていうのが太い針だったのを、うん、まあ、今までのちっちゃい針と同じ細さで足を長くしたんです、うん、いわゆる一番普及しているホッチキスの針がこの10号針です、はい、でそれに対して長いんですね、ここが長いです、うん、はい、で長くで、うん、細く長い針だったら貫通する抵抗少ないんだけども、その代わり、まあ、真っすぐ打たないとキシャッと曲がっちゃうんだよね、はいはいはい、なので真っすぐ打つために実はこの刃の部分がちょっとね出っ張ってるんですよ、うん、これね、そこですね、そこですね、そこですね、ここです、はい、鬼刃って言われてます、うん、ちょっと出っ張ってるんです、うん、何かというとこんな感じです。あの普通のホッチキスの四角い刃で押すと、あのそのね、撫で型の肩の部分が押せないんですよ、ここです、ね、あ、その丸みの部分です、はい、折り曲げたら、はい、歯の折り曲げたら部分、なので針がまっすぐ押せないので、その肩の部分をきっちり押さえるみたいな、はいはい、みたいなこととかです。要は針が逃げられないようにこうグッと押さえる、こう押さえるわけですね。そうするとまっすぐ押せるよと、はい、で真ん中は実は押す必要がなかったということで離れてたりとかして、うん、まあ、そんなことをですね、だからいかに正確に、まあ、テコを使ってまっすぐ押すかっていうところをやっていくと、で、まあ、それ以外にもね、あのもう山ほどいろんなですね、あの仕掛けがまあ満載でですね、まあ、そんなことをいろいろやると同じ力で倍の枚数を打つことができますよと。普通のホッチキスの倍ぐらいのパーツ数になるということで、まあ、こういうのばらしてみると一個一個ね、あの文房具ってね、あの一個も無駄な部品はついてないので全てに意味があるわけですよ、うん、はいはい、でそれを読み解きながらこれをねばらしていくと面白いぞと。ダスの花とバイモイレブンに無駄なパーツは一つもないっていう、ないと、そういう話だよね。だからこういうねハリナックスみたいなものもですね、こうハリのないホッチキスだってですねばらしていくとこうなるわけですよ。なるほど、すごいな、はい、意外と入ってる。でも意外とですね、これで握るだけでどうやってこの紙を閉じるのかみたいなのも、まあ見ていくと面白いんですが、今日は時間がないので割愛しつつですね、行くわけですが、今度それが今度はハリナックスプレスっていうのが出てきたわけですよ、はい、穴が開くのが嫌だよと。これはね、うん、穴が開いちゃうのが嫌だなっていう、これは通常のハリナショーチキス、ね、うん、はい、でハリナックスだと穴が開くので、今度はプレスっていうのが出てきて、うん、穴の開かないハリナショーホッチキスが出ました、うん、でまあ、これなんですけど穴が開かないっていうのはいいんですけれども、うん、へこむだけです ね、しかもほら閉じ跡こんなちっちゃいんですよ、うん、なので、まあ、こういうのもなかなかいいとこなんですけども、でまあ、これじゃあどうなってるかというと、ここの部分ですね、ギューってなんか圧縮して止めてあるんですね、うん、ワッフルみたいになってますね、うん、でどうやって閉じてあるんだろうってやっぱ気になりますよね。気になります、うん、なんでなんか可愛いね、ほら見るとこんな可愛い形をしてるんですけども、うん、やっぱがばらしてみますね、うん、
側外すとですね、うん、なんかすごいのが出てきます、うん、ね、武骨なやつが、ね、なんかね、うん、もうこれ顔がちょっと怖くないですか、ね、うん、ね、もうなんかあれですよね、高速具外したエヴァンゲリオンみたいな状態なんで中身はこんなかよっていうね、はいはい、でこういう歯が入ってるんですね、はいはい、決してとんがってはいないんですけれども、これをですね、さっきテコ何倍でした、8倍にして4分の1で2倍でしたよね、はいはい、このテコはなんと、はい、テコが2つあって 6.1 倍にしたやつをさらに 5.1 倍にします。なので30倍以上の、はい、力になるんですね。そうすると握力5キロぐらいで握った時に先端155キロとだ200キロ近くになるんですね。ということですごい握力に、うん、できる、5キロっていうとだいたい普通の、HB ぐらいの鉛筆の芯、尖ったやつを紙に押し付けて、うん、折れるか折れないかギリギリの筆圧が5キロです、うん、割と優しいですね、まあ、まだ割と優しい、まあ、女性が頑張ってギューって握った感じの、うん、握り心地、それがですね、うん、まあ、155キロとか紙の厚みによっては200キロぐらいになります、うん、ってなってくるとですね、これで噛む、でこの噛んだだけで止まってるんですけど、うん、もう糊も何も使ってないのにさっきのギザギザだけで止まってるんですよ、うん、でなんで止まってんだろうなと思って、うん、でこれを見るとですね、うん、はい、こんな感じでございます、はい、これ紙の断面をカットしてみました、はい、じゃめっちゃこれちっちゃいのを これそうです、噛んである部分を、うん、カミソリで横に切るとこういう断面になってるんですね、でこういうほらだから紙が今4層あるんですけど、4枚の紙がギュッて圧縮されるとこんな風に重なってるんで、これ1枚1枚もコピー用紙ぐらいの、そうです、普通のコピー用紙、カラーのコピー用紙なんですけども、こんな風に止まってます、顕微鏡写真ですね、これはレゴブロックはまってるみたいな感じなんですかね、だから その摩擦だけで止まってるんですけども、なるほど止まってるんだなっていうのを確認するために一応ですね、これ横に切るのすごい難しくて、でこのカミソリで切るっていうのをすごい頑張って撮ってみましたと。まあこれだけでもですね、まあでも こんだけで止まってる割にはですね結構強いので、意外と重たいものも持ち上げられますよ、はいはいはい、いうことで、まあこんなものがあります、うん、ということでこんなのがあったりします、で最後ちょっとね、今回は大物なんですけども、さっきあったトガリターン、はい、ね、はいはい、戻ってきますよというのがありましたね、うん、これまあどうやって戻ってくるのか分かりにくいねっていうことで、ね、まあ僕はやっぱり無地でもバラすんですけど、うん、今回皆さんに見やすいように、まあ、王なので、うん、借りてきましたで、はい、これ入れてですね、でこうぐるぐる回すとですね、うん、こうさっきもあったね、これ入れたら出てくる、うん、はい、なるほど、ね、まあ、こうやって戻ってくるわけですけども、はい、ここがどうやってなってるかっていうのをもうちょっと見やすいように、メカが見える状態でやってみました。でこうやって入れると中そのグレーのやつが今引っ込んだの分かりますか、ね、めっちゃ歯車なんだ、カチッと、うん、めっちゃ歯車です、うん、でこうなっとでこう行くと最後まで行くとですね、そのグレーのやつがですね、これですね、それがね、カチッと戻るんですよ、カチッと戻って外れた、こんでこんで芯が戻ってくるっていうね、なってます、うん、でこれどうなってるのかね、解説しよう、はい、こんな感じです、はい、普通の鉛筆削りはこうですね、鉛筆があって削りの刃があってぐるぐる回します、これしましまのやつが刃です、しましまのやつが刃です、螺旋になってる刃です、うん、ね、まで切ります、でこうやってやるんですけども、ここにじゃあどうするかというと周りにシャフトをつけて、うん、はい、ここに歯車をつけましたね、はい、でこの歯車、オレンジの歯車はこの軸と同じ方向に回転します、で緑ので一回横にずらすんですけど、また同じとこに戻ってくるので、実はだから回してるハンドルと同じ方向に2枚の歯車が回ってますよ、うんうんうん、ね、はい、で回ってる状態です、はい、でここにさらにこういうものがついてます、はい、ゴムローラーがついたこんなね、グレーの、パーツがついています、うんうん、でこのパーツなんですけども、実はですねここにですね鉛筆をギュッと押し込むときにゴムローラーごと奥に押し込みます、そうするとギュッて中に押し込みます、はい、そうするとですねこのグレーのパーツの端っこの部分がカチッてこう今角に引っかかってロックされるわけです、で引っかかります、で戻ってこなくなるので、うん、この状態で回し始まります、うん、でカチカチカチって回していくんですね、うん、で回した時にどうなるかというと、これ、回転方向でね、オレンジのが上に向かって回ってるのでそれにくっついてるローラーは左側に回りますよね、こっち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 はこうですね、下のやつは、まあ、向こう側で当たってるんで実は逆回転なんですけども、うん、はい、そうやって回ります、うん、でこれで鉛筆が中に押し込まれつつ削れるということになってるわけですね、でこのゴムローラーが内側に押す力があるんですけども、このままだとずっと削れちゃうので、うん、じゃあ削り終わったらどうなるかっていうのを調べるためにこの黄色い板がついてます、うん、はいはい、でこの板なんですけども、実は、はい、鉛筆がどんどん尖ってくると板が押されてきます、
で端っこまで来ると、うん、赤いパーツにぶつかったの分かります？ここね、うん、でぶつかりました、うん、そうすると赤いパーツがくるっと回転してこのグレーのパーツを外に押し出します、うん、そうするとここのロックが外れてビヨーンってこれが戻るんですね、うん、ということでここに戻ってきます、うん、そうすると今度はゴムローラーが黒いゴムローラーが手前側の歯車に当たってると、うん、そうするとさっきと同じ方向に回ってるにもかかわらずゴムローラーが当たる方向が逆になるので逆転するんだ逆向きにローラーが回り始めるんですよそうするとこれで鉛筆が戻ってくるというなんやめんどくさいことをやってますが、うん、要は入ってきた鉛筆の尖りを確認してそれで元に戻すっていうのをすげえなこのねゴムローラーがギアを手前のギアと奥のギアに当たったり当たったりしながら回転方向を逆転させるっていうのが一つすごいのとあと先端尖った時にこの黄色いパーツが感知するんですけど、うん、黄色いパーツには負荷をかけずに、まあ、外にロックを外すっていうのがすごいんですねということでねなので、まあ、おさらいとしてこのねこのグレーのパーツ見てると分かるんですけど鉛筆を奥に押し込むとガチャって奥に行きましたね、はい、で今奥にゴムローラーが当たってます、うん、でこの状態でぐるぐる回すんですけども削り上がりを感知するとカチンっていうあの赤いのに引っかかって赤いやつが、はい、パチンって今当たりましたで当たると手前に今度はゴムローラーが当たって出てくるということで戻ってくるよということでございますということでね、まあこうやって鉛筆戻ってくるよう仕掛けになっているとすごいな、うん、これさすがにね、あの僕もバラすことはできてもやっぱり動く状態でお見せするのは透明じゃないとできないので、まあそういう意味ではですね、まあここはあえて王の力を使ってですね、ちょっとお借りしてきたんで、あの皆さんに見ていただきたかったですね。これすごいのはやっぱりあのね、子供がどんなに無理をしてもこれ絶対にあの無駄削りできないんですね、うんうん、なので、まあ、非常に綺麗に切れるよということで、まあ、ちょっと押してますけどもどうしてもこれを見せたかったんですけど、うん、今回、まあ、投資するということでですね、うん、僕昨日と一昨日ずっとこれ書いてたんですけども何やってたかというと、はい、なんかねどんな気分でやってるかというとこんな気分です、はい、あ文字ジャムは総じて皆さんこの辺好きですよなんかほら子供の時に見たじゃないですかあれね、デルガードいいみたいなね、はい、ちゃんとこの辺であのデルガード袋とかデルガード袋とかあってであのデルガードバネで第1バネと第2バネがあるんですね、はいはいはい、でまあそれで折れないぞというね、うん、突撃銃みたいなね、まあそのとかね、あとはね、うん、あの尖りターンですね、はい、さっきのやつだ、はい、まあこの尖り感覚器があってですねそこで尖り感覚器、はい、削り刃、はい、いいですね、昨日も夜返したんでしょ、はい、あの昨日と一昨日僕寝てません、はい、ちょっと、ね、結構ハイな感じでねあのこれをですね書いてたわけですけど、まあ、こんな感じになっていたりして、うん、あとハリナックスプレスとかもね、あ、はい、いいですね、いい感じですよね、これなんかあのキムラーとかに似てますよ ね見たことあるんですけどね、ゴム軟骨っていい言葉だな、ゴム軟骨、はい、強すぎる力を吸収する安全装置だね。でもあのこれね、これ書く上でいろいろあれなのは嘘は一個も書いてないね、はいはい、鋼鉄の骨格、ね、とても分厚い鋼鉄製の骨格だ、普通のホッチキスよりずっと強いぞっていうのは何も嘘はついてません、ね、はいはい、背びれ押された力を30倍以上に増幅するぞっていうのも、うん、なんかね、一個一個そういう風にこうなんていうかびっくりマークつけて読むとですね、意外と文房具の中身っていうのが、まあ、このぐらいなんかすげえぞっていうね、うん、噛む力は200キロ以上だっていうとなんかすごそうじゃないですか、まあ、実際すごいっていうね、うん、ことをですね、まあ、こうね、このデルガードみたいなね、うん、宇宙一の力で、あの、ね、宇宙一のガード力で芯を守るね、他に宇宙の外にあのシャーペンの芯守ってるやついないんで、そうそう、ね、これで正解です。宇宙一ガードするっていう、何も嘘は言ってない、はいはいはい、何も嘘はついてないね、まあ、そんなことをですね、いろいろ考えながらですね、うん、こういう妄想をしながらですね、うん、あの文房具を見ていくのも楽しいんじゃないのかなということでですね、今日はそういうお話でした。ありがとうございます。すごい、はい、完全少年マガジン付録でしたねすごいね、はい、いや どっちもすごいんだけどさ、はい、これすごいですね。鉛筆削りすごいです、はい、今年出たばっかり、出たばっかり、あのもう本当に店頭に今並ぶか並ばないかぐらい、8月発売ですから、ね、うん、ようやく店に出始めた頃ですね、うんうん、今年の ISOD だからこれはみんな結構びっくりしてました、ね、そう、あのプレスリリースで先に来てたんですけど、実物は何も見えてなかったんで、うんうん、
もう ISOT 見て、おおってなるっていう、ね、仕組みが分からんがとにかくすごい、うん、展示会で先行発売されてたのを買ってですね、うん、まあ最初からもう見つかりますよね、うん、でとりあえずバラして、はい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 、で中見てとかやってたんですけど、うん、これはみんなに伝えたいって言って、うん、ちょっとですねあの展示会のところでですね、うん、あのそのメーカーの方に言ってですね、うん、ちょっと貸してくれって言って、はい、今借りてきました、ねうんはい、やっぱね王はね下々のためにね、はい、会社じゃないから、はいはいはい、そうそうそう親民に伝える義務ありますからね、はい、王として、うん、人民思いの王ですよ、はい、なので、まあ、怖えけどあのアニメーション一生懸命機能怖えなじゃああとはまあまあ12時これでも5分ぐらいですか、はい、歌丸さんがちょっと寝るのはあれだよね遅かったんで、うん、あとまあじゃあ10分ぐらいちょっとあれやりますか文房具身の上相談久しぶりにやりましょうかね、はいはいはい、文房具に関するお悩みもしくは人生のお悩みを文房具で解決するというですね、うん、文房具、はい、あの文具ジャムの持ちネタですね、うん、完全即興でいくので、うんみんな困ってることあるだろうコメントで皆さん文房具に関する悩みとか疑問、うん、質問なんかあればコメントしてもらえれば、うん、この3人がこれからも、はい、高速で文房具のお兄さんたちに聞いてごらん、みんな、うん、普通に、まあ、Google でガッと調べるんですけどね、うんうんうん、パンとは何だったんですかパンは小麦粉ねって焼いたものですたまにペン軸にもなる食べられるものですパンとは、うんうんうん、なんかすげえ量が来た。すげえ量が来た。職場の派遣切りが辛い。重いやつが来た。あ、ちょっと量多くて動けない。なんか3人とも気づいたものがあったらなんかどんどん拾ってくる。見れてないんですよ。あ、見れてない。あ、俺だけか。うん、なるほど。はい、じゃあですね。何にしようかな。ちょっと待って、裁断機で髪をまっすぐ切れる裁断機はないでしょうか。裁断機で髪が歪むの？まあ、逆にそうですけどね。ただすっごい精度にこだわりたかったら、うん、今度カールジム機が出したのかな、うん、出たのかな、うん、X トリマーっていうのがあって、うん、そいつはめっちゃごついけど、うん、めっちゃまっすぐ切れますよ、うんうんうん、あれはやばいですね、はい、そうですね刃がだいたい60ミリ直径 の,、うん、の, あのロータリーバーで切っていくので、うん普通のカッターの刃よりも全然、うん、スムーズに切れて、うんまあ、紙とか布とか、うんまあ、革ぐらいだったら切れますよ、ね、絨毯とかでも切れてましたね、うんうん、すごいな硬いものでなければ、うんうん、めっちゃ精度高く切れます、はいはい、お値段5万円からみたいな、はい、そのぐらいします、うんはい、手軽でよかったら半分個の方がいいかもしれない、はい、真ん中で切りたいだったら半分個がいいですね、うん、プラスの半分個という、うんうんはいそういう方がありまして A4 とかの紙を半分に切って英語にしたいとかいうときはそれがちょうどど真ん中で切りたいとか1 個のネタをテーマ当てるとボーってプロトコルみたいに、はい、ずっと吐き出されていくっていう何でも、はいじゃあですね何にしようかなおすすめの筆ペンを教えて筆ペン僕はカンビオが好きですねカンビオですか検索してくださいカンビオはあれですね中が硬いタイプになっていて、筆ペンって普通握りの部分が柔らかくてプコプコしてるねグーッと押すことでインクがじゅわっと筆先にじみますよね、カンビオっていうのは軸が全部硬いんでグッと押せないんですなんですけど中身がまあ、サインペンみたいに自動でインクの量を調節してくれて出してくれるので、うんまあ、そこがいいよということで常に押さなくても最適な量のインクが筆先ににじみ続けるっていうのが完璧であのね、うん、出しすぎちゃうんだよねあれねあそうなので意外と乾きにくくなっちゃうのでカンビオあったのではいはいはいカンビオねカンビオこんな感じです、はいはいはい、でここが硬いのね、はい、めっちゃ硬いです、はい、でこれも割ってみました、うん、で割ってみるとですね、はい、割ってみました怖いよすると、はい、いわゆる筆ペンと何が違うかというとインクの流れる向きが違っていて、うん、で普通のやつは本体はプコプコやって周りから染み込ませるんですけど、うん、中がサインペンと同じストレートにまっすぐドーンっていくようになっているので、はいはいはいまあ、インクの流れが普通にまっすぐいきますよっていう感じなので、うんで、細い線も太い線も、イラストも描きやすいよということで、はいうんはい、そんなプレゼン資料も用意しておりました、はい、すごいなそんなこともあろうかとキモいこの人怖い怖いって書いてある、はいはい、バラすとこんな感じです、はいはい、なんでそのバラした画像がシュッと出てくるのこの人、はい、初めての万年筆おすすめは
初めて今んとこ書くのですかねやっぱり。いいね、はい、検索して検索して、はい、うん、はい、出して出して価格1000円という非常に、ね、はい、低価格でしかも、うん、ペン先は3000円台のマネージと同じものを使ってるんで、うん、あの鉄のペンなんですけども、うん、非常に滑らかで書きやすくて、うん、であの、はい、もう3年ほど前から売ってるんですけども、うん、最近のいい今度はあの EF 極細も一緒に出ました、ね、うん、あの1000円の割にはすごく書き味いいよっていうのが書くののいいところですね、うん、はい、あとたまにしか使わないなっていう人だったら、プレピーっていうですね、プラチナさんのプレピーっていうのがもっと安いんですけど、うんうん、プレピーとかプレジールっていう1000円のタイプか、うん、プレピーっていうですね、うん、プラチナさんのやつはですね、うん、スリップシール機構って言って、うん、あの密閉度が高いので、うん、1年ぐらい放っといてもインクが乾かないっていう、うんうん、キャップの先端にですね特殊なあの密閉機構がついてまして、うんうんうん、それをかぶせちゃうと、うん、もう本当に、うん、ね、なんだろう、乾かないペン先が、うん、だからサインペンみたいに密閉しちゃうので、うん、万年筆なんですけど、うん、たまにしか書かない人でも大丈夫っていうことで、うん、プレピーとかプレジールっていうのが安い割にはいいです、うん、インクが出なくなったボールペンの直し方が知りたい、諦めて新しい芯を買いましょう。はい、はい、我々はそれで通してます、ね、はい、はい、公式回答です、これ文具さんの、はい、はいはい、そうだな、いっぱい出てくるな。ナンバリングマシンはもう進化しないの？ナンバリングマシーンを進化させ、あれか、完成度が高くって、うん、まあ、ただし、あの、最初に数字を合わせるときだけ棒で突っつかなきゃいけないというのが問題なんですけども、うん、そこは改善されたのを見たことがないですが、うん、未だに多分、あんまり、それ以上頑張るほど、需要がないのかもしれないという感じですね。うんうん、カッターのおすすめは？カッターのおすすめ、いろいろあるけど、どれですか？まあ、切るものにもよるんですけども、うん、はい、例えば段ボールとか厚物を切りたいときはですね、うんうん、オルファの、スピードブレードという、うん、超よく切れる刃がある。めっちゃ切れる刃ね。特選クロバっていう、うん、ブラックな刃があるので、うん、これがまた非常に鋭角に研ぎ上げられてよく切れるんですが、うん、その刃先にさらにフッ素加工をして滑りを良くしてるんで、はいはい、大体3ミリやつぐらいの段ボールが、うん、コピー用紙切るぐらいの抵抗で切れます。異常に切れます、うん、なんでこれだと手が疲れずにどこまでも段ボール工作できます、うん、黒刃やね、うん、あ、うん、文房具って安かろう悪かろうなの？いや、安くてもいいものはいっぱい。安くてもいいものだって書くのだ、さっき紹介した書くのだって1000円の万年筆なんてそうそうないです、うん、万年筆なんて大体1万円超えするもんだけど、うん、特に日本の文房具に関して言うと、うんうん、ジェットストリームにしろ何にしろ、うん、新しい技術ができたっていうボールペン作った時に150円から投入していくのが日本のメーカーなので、うんうん、まあ、そういう意味では、うん、ちゃんと選びさえすればそんなに、悪くはないよということで、うんうん、そうですね、安くていいものはいっぱいあります、うん、はい。ラバーグリップのメンテナンス方法はあるの？あ、ベタベタしちゃうってやつ。こればっかり、ね、昔はドクターグリップのグリップからじわじわと、はい、ブリードアウト、ね、ブリードアウトで、はい、汁が染み出してくる、はい、毒汁と言われたんですけど、毒汁、ね、はい、そういう問題もあったんですけど、最近はそういうのないかな。まあ、やっぱりどうしても、うん、シリコンの素材とかっていうのは、うん、柔らかくして、グリップを良くしようと思うと中にどうしてもそういう成分を多めに含んでしまうので、うんうん、出てきやすくなったりするんですね、うん、なのでやっぱり F1 のタイヤとかってやっぱあれじゃないですか、周回走るときに全力で行くためにやっぱり1回走ったら交換じゃないですか、はいはい、まあ、そういうとこもあるので、うん、やっぱり1年2年持てば、うん、そこから先に関してはやっぱり、まあ、安いペンであれば買い替えていくのもありかななんて思ったり、うん、グリップだけを、うん、まあ、買ったりするのもありかな。高いペンだと交換のゴムグリップあったりしますから、ね、うん、高いペンをね、うん、で安いペンに関しては、まあ、ペン自体も、うん、まあ、たまには買い替えてもいいのかななんて思いますけど、うん、そこは、まあ、なかなか難しいところで、うん、まあ、スポーツシューズみたいなもんだと思ってくださいっていう感じ、はい、だいたい100円150円のペンを何年も使うって、それ使いすぎです。いや、まあ、一応ね、アルカリ系とかで拭いたら取れたりすることもあるんですけど、うん、ただ、まあ、やっぱりこれも万能ではなくってものによるので、ね、試してみてくださいって感じです、はい、最後に一個だけ、ね、ものすごく多かったのはね、左利きでも使えるボールペンありますかですって。まあ、左利きよく言われるのはあれですよね、速乾性の高いものを使うっていうのが一つですね。左利きだと要はこう手がインクの上に乗っちゃうので汚れちゃうので良くないということですよね。っていうのと、あとは、ボールの大きさとかにもよるんですけど、やっぱり傾けると引っかかるやつは押して書く人が多いので、うん、やっぱりあれなんですよね、ある程度その寝かせて書くことを考えると、あんまり極細系じゃない方が良かったりするのは、まあ、しょうがないのかななんて思ったり。そうですね、本当にそのボールの縁の口金の先端が引っかかるっていう、紙に押して書くと、はい、うん、
まあ、右利きの人はこう書くと引っ張って書くことになるけども、左利きの人は押して書くことになる。なのであの縁が紙に引っかかるんだよね、うんうん、でその引っかかるのもでもここの処理の仕方も上手なメーカーあるので、うんうん、日本のメーカーパイロットとかあと、ペンテルさんとか上手なので、うんうん、そこら辺はあの店頭で紙に置いて押しながら引っかかりを試してから買うっていうのは、うんまあ、ちょっとあるかなっていう気がします。 それで大体インクが早く乾くよみたいなのを、うん、選べば大体は間違いないはずですね、うんうん、はい、ということで、はい、時間いっぱいになりました、はい、ありがとうございました。じゃあなんか最後告知、あさっきもねコメントでありましたね、今年も OKB48 総選挙はやるんですか、はい、っていうことやります。はい、はい、OKB48、うん、今年もですね、うん、10、11、12と、うん、やる予定で今準備を進めております、はい、ニューフェイスもいっぱい出てきそうな感じです、うんうん、なので、楽しみにしておいてください。告知は、うん、僕のページとかその他特設ページを作りますので、うん、あと、ですね、文具の扉っていう僕が、編集長をやってる、サイトもありますので、こういうところで情報、拡散していこうと思いますので、うん、よかったら、このサイトなんかは文具について知りたいっていう方はここ見ておけば、うん、日常出てくる、文房具の情報バンバン上がってますので見てってください、はいはいですね、あと1個だけ、じゃあもうあれだな、これどこにもまだ出してない情報ですけど、この4人で実は今本を1冊、はい、そうですね、作ってるんですね、はい、トークイベントを実はこの4人でやって、うん、この10年間で一番優れてる文房具が何かっていうのを3時間かけて決めるっていう、えらい大冗談からのテーマですけど、ね、やりましたね、ずっとやって最後に最終的に1個この10年間で一番すごい文房具がこれだっていうのを決める、うん、結論は出ました、うん、ちゃんと、はい、ね、うん、はい、という本が、まあ、秋口から冬の前かぐらいかけては、ね、まあ、11月ぐらいですかね、見てますので、うん、もしよかったらそれもちょっと買ってみてください、はい、ということですね。ということで、じゃあ文具ジャムの皆さん、お三方ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ曲はライムスターのガラパゴスという曲なんかが非常に、ね、よろしいんじゃないでしょうか。ということで準備 OK ですか。じゃあ聴いてください。ライムスターでガラパゴス。